古典的な方の哲学ですよね。まあこの世界、仮想世界っていう話もね、うん、よくあるから。仮想世界で、うん、シミュレーションですよっていう。あ、55人まで。もう55人か。はい、はい、すごいね。マイクがこっちだから、うん、まあ、マイクの動かしちゃって構わない、はい。まあ、今日はですグダグダと始まりますので、ええ、まあ、あの8時くらいからという予定でしたけども、ええ、ちょっとね早めに待ってってくださる方も多かったのでということで開けています。今何の話をしていたかというと、やりますか、その話、ね、この世は仮想現実であると。どうなんですか。今日は萩沼さんとですね、あのここに写真学生が一人来ても、はい、はい、で写真学生にはコメント読んでもらいますんで、またちょっと後ほどそのコメントルールみたいのもお話しますので、はい、始まったんですね。もう始まってます、ね、はい、こんばんは。音声大丈夫だよね、このくらいの音声。もうちょっと高い方がいいとかっていうんだったら教えてください。まあまあ降ってる方ではあるんですけど、うんうん、このくらいまで行っちゃってもいいかな。大丈夫ですね、よろしくお願いします。まあね、この間萩沼さんに4回出ていただいたものは、まあニビチャンネルとしては珍しくバズるまではいかないけど、すごい反響が多くて、いろんなとこで言われますよ。はあ、どうなんですかって言うと、どうなんですかって、なんだそれって。本当、ライカ好きの人が多いんだなっていうのも。あれでも、ライカ好き、ライカ使いって言っちゃってるのは間違いですよね。はあ、ライカじゃないですからね。はいはいはい。そう、距離計使い、うん、距離計 M 型。M型レンジファインダー好き、そうか、レンジファインダー使いの方が、ね、うん、なるほど、ね、ライカってすごく珍しくて、はい、全てのフォーマットを持ってるメーカー、確かに、そう、他のところにはないから、ラージフォーマットあって、フルサイズあって、FE さんあって、コンパクトもある、コンパクトもある、確かに確かに、それでレンジファインダーもあれば、一眼もあれば、ミラーレスもあって。それでボディ Q2 とか Q みたいな Q3 か、そのあのでっかい SL って一眼レンズ、あれ一眼ですね、ええ、うん、あ、 SL はミラーレス、ミラーレス、あのでっかいやつは S はラージフォーマットの S はミラーです、この一眼です、一眼だよね、ええ、うん、そう、それで CCD も CMOS も、うん、利面照射もあってっていうのは、多分ライカメーカーとしてライカしかないと思うんで。ちっちゃいメーカーなのにね、ちっちゃいからできるんでしょうけどね。そう、だからライカ使いって言っちゃうと、うん、SL の人からそうか、おめえ何言ってんのって話になっちゃうから、それいいっすね、確かに、ライカ使いじゃない、なるほど、めんどくさいじゃんだ。まあ、あの時はすべてのライカ使い聞いてっていうタイトルで煽りましたけど、ね、煽った甲斐があって非常にたくさんの人にこう見ていただいて、だから決して僕がつけたタイトルじゃないんで、はい、あ、そうです、全て、はいはい、ニビチャンネルが4回って言ったって1回で撮ってるやつを4つ分けただけだから、もったいないなと思ったんで4回に分けさせていただきました。で、まあ、今日はいろいろ反響も多かったので、まあ、皆さんがライブいいですよっていうことを言っていただいたので、萩沼会ということで、そうですね、まあでも今日はライブなんで暴言出現いっぱいあるかもしれないですけど、燃えさせないね。そう、っていうか、なんて言うんだろう、こう言葉足らずがまた出てくるかもしれないんですけど、 それはそんなもんだなっていうところで聞いてもらった方がいいですね。まず言っておきますけど、うん、我々はカメラマンなので、うん、技術者でもないっていうのがもう前提です。
使う側の話ですから、ね、はい、使う側全てのことを知ってるわけでもないっていう中で、うん、アギニアさんがどういうふうに使ってるかっていうことを聞きたいなっていうところですね、うんうんうん、いやこれさっきさこれさ絶対売れるって話になったんだ。このファインダーこれすごいことになったねこれ。いや僕はさっき感動しました。もこの乗っけたファインダーって35のやつとか昔使ってたんだけど、世界が美しく見えるファインダー、うんうんうん、すっげえ。これ50ミリ 50ですよ。で等倍なの。等倍ですねこれは。等倍っていうか、うん、そうですね等倍です。だから見た時と世界が同じに見える。ただフレームが入ってるだけで。しかもこれすごいのが、これ見えるかな、あのね、これすびっくりしたのが、ピント合うかな、これが中に枠がついてるわけだけど、ビュッと、あ、すごいですね。ここの中枠に白いね、この枠が見えないと思うけど、この、うんうん、あ、ギリギリ見えるか、あ、うん、見えないか。これが世界を枠で囲ってくれるわけですよ。また分かんないこと言ってますね。こうやるでしょ。こうやるとここに白い枠が出てくる。いやこれは感動する。いやこれは昔からライカの使い方として、右目で覗いて左目で世界を見て、うん、そこに枠を入れるんだって M さんの頃言ってたんだけど、うんうんうん、実際やってみると、うん、頭痛くなるんですよ、うん、もうぐちゃぐちゃになって、うん、等倍じゃないから、うんうんうん、これ等倍だから綺麗に出るよ、うん、さあこれは50のライカのファインダーだけど、まあ、古いやつ、ね、古いやつですね50で。この黒はないですね、基本的にはシルバー、シルバー、うん、ほとんどがシルバーの。これ後塗りか、多分これ後塗りだと思いますね、うん、でも後塗りでも黒なかなかないんで見つけちゃったから買ったんですけど、いやこれすごい綺麗、まあライカの外付けは綺麗だっていうことには間違いないんだけども、ジムいいっすね、うん、これは素晴らしい。またね探すとないんだよ。探してない時はねゴロゴロ売ってたりするんだけど、そう、ね、結構名前あるんですよね、確かこの外付けファインダーって、うん、そうそうそう、ね、いろんな名前、ね、普通はね35ミリは有名で、まあ、ちょっと角型で、うん、まあ21-35はよく使うけど、50ってあんまり気に留めたことなかった。もともとは M さんとかが50が見えてるんで、うん、そうそうそう、つける必要なくてなかったんで、でどっちかというとワイド側が必要だったから、うん、35とか28とかっていう。いやでもほんと綺麗だよねこれね。これどっちかっていう と、うん、バルナック用なのかな、うん、バルナックに乗っけてたんだと思いますね、はいはい、バルナックちょっと見えず素通して見えづらいからね、まあ、これがあったら本当に綺麗、まあ、世界は美しく見えますよ、うん、これ何でも美しく見えますね。すごい写真上手くなった感じします、ね、本当だよね。でこれパララックスの調整がないから近くの時はちょっと考えないと。なるほど、うん、でもまあ別にね、そかそかそか、そんなのそんなに気にする必要ないから、うんうんうん、まあ、よくお釣りとか言ってましたけどね、うんうん、今、カメラマンではなく写真家でしょってい う意見がありましたけども、まあ、僕は写真嫌です。嫌ですもんね、ええ、写真家じゃないです、写真嫌です。あのプロフィールにも写真嫌って書いてあるいいですね。で写真家ってよくね言う、この頃言うけど写真家って言い出しっていうようになったの2009年。あ、そうなんですか。すっごい覚えてるんだけど、うんうん、2009年でリーマンショックあったじゃないですか、うん、まあ、いわゆるカメラマンの仕事が崩壊した時に、うん、その今までカメラマンって言ってた人たちが、人たちが逆にこう発言力が落ちてくるんですよ、うん、で仕事を別に持ってて写真で表現をしてるっていう人がぐっと上がってくるんですよ、うんうん、でその時から呼びようがないので、うんうん、カメラマンじゃないし、うん、仕事じゃないから職業でもないから、あ、なるほど、写真家っていうようになったんですよ。 あっという間に2009年から写真家っていう呼称が増えた、言わなかったじゃないですか、そうです、ね、自分のこと写真家っていう人は2009年以前は自分のこと写真家ですっていう人は少なかったかもしれないです、ね、ほとんどない。カメラマンって言ってたかもしれないです。で、あの例えば、あ、そうです、ね、写真家木村伊平、写真家森山大っていう尊称的なところがあって、うんうんね、自らを写真家っていうのは自分からは言わないですね。それはちょっと恥ずかしいなというところがあったんで、そう、
まあ、確かに今度職業にしなくなるといい呼びようがないんで、そうですね、うん、写真家っていうふうに言うようになったんですよね。人から言われるときにカメラマンのって言われるのと写真家のって言われると写真家の方が嬉しいね。あ、そう、自分写真屋って言って自分は写真屋だけど言われるときに自分から名乗るときは写真屋って言うけど、はいはい、あ、でも名刺交換のとき写真家って言ってるのかな。あ、でも写真家とは言わないですね。萩庭ですとは言うけど、あ、まあそれ自分のこと写真家って言わないですね。それは言わないけど、ね、うん、でも人に紹介されるときには写真家のって言われるのは、はいはい、まあ、嫌ではないです、ね、なるほど、じゃあ今度かそう言います。今日はですね、まあ、質問を、まあ、ね、ね、ぜひお願いしたいんですけど、ちょっとまあ、アギネさん来ていただいたので、まあ、通常と違うルールとして名前を書いてください、何々ですっていうことで、まあ、あの名字でもいいし、あの 下の名前でもいいです、まあ、ハンドルネームじゃなくて名前を書いてください、まあ、それを、何々さんからということで読み上げて、まあ、質問にお答えしたいと思います。まあ、あのそんなに堅苦しいものではないんですけども、まあ、それを一つのルールにしますんで、あのその後もちょっと、何回か、この告知はしていきますので、ぜひよろしくお願いします。別にあれですよね、見てますとかこんばんはは別にそういうのはいらないです、ね、質問の時だけ、ね、うん、ファインダーの質問が今1個あります、はいはい、これそうですよね、この、うん、その50ミリのファインダーは、うん、これ何でこれスブーイだっけ、読み方、あ、そうですね、そういうタイプのものでしょうか、うん、これそうですよね、そうです、そうです、はい、そうです。今コメント読んでるのは写真学生です。元気です、はい、元気です、元気か、大丈夫ですか、ご飯食べてます、ご飯食べてます、はい、なんか暴言なんとかって出てたけど大丈夫、ま、暴言すら楽しみ、暴言すら楽しみ、いやいや、しないって煽らないでいただきたいと思います、はい、前昔ライカの、うん、ライカの場所を借りて僕がやった、はい、なんつったんだっけな、そういうチャンネルみたいのがあったんですけど、その時にはもう冒険だらけで使いませんと、そう、これはダメでしょうみたいな、何を言ったんですか、言わなくていいや。いやでも、うん、でもそういうのを許してくれるのはやっぱりあれですね、懐深いですね。いや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 、あ、いや、ないから、あ、ないからね、そうですね。なんかありますか、話、うん、なんか今出てる質問、あ、はい、はい、誠さん、川名さん、はい、質問です、はい、モノクロ写真が多いと思うのですが、うん、デジタルはカラーを使われているのはなぜでしょうか。あ、これって基本的に僕に来てるあれですよね、うん、そうそうそう、川名さんですよね、はい、ありがとうございます。モノクロのイメージ強いのかな。あ、そうかもしれないですね、いや、でも全然カラーですよ、だよね、普通に。ただ、前回前あの出させていただいた時に、うん、後ろのモニターはモノクロにしてるっていう、それはそのいい加減だから、うん、もうそんなにカラーで見る必要ないなって、まあ、色をここで見るわけじゃなくて、うん、まあ、単純に輝度差を見るには、うん、か、まあ、映ってるかどうか、映るかどうか、まあ、確認ですよね、うん、それもそんなに撮ってはすぐ見るっていうのもしないし、うん、撮った後に、自動的にこう、うん、プレビューっていうのもオフにしてるんで、はいはい、おー、じゃあもうずっと撮ってるだけ、撮るで撮った普段の仕事っていうか撮影の時には、うん、実際に撮る前に一コマなんか撮って、はい、で映ってるの確認したら、うん、あとはもう本番の撮影、うん、本番の撮影中はあんまり見ないですね、うん、で撮り終わってからもう一回なんか撮ってみてっていう、はいはい、当然ながらこれとテザーもしてないわけですね。テザーしないですね。テザーっていうのはこうカメラにケーブルつないで、うん、パソコンつないで、うん、こっちであの随時確認するっていう方法も今、うん、結構多いですよね、うん、てかね、多分テザリングをかなり初期に僕やってるんですよ、うん、飛ばしてもいたし、その時はあのキャノン使ってたんですけど、はいはい、でも飛ばすことによって写真が良くなるんだったら使う意味があるけど、うん、どこまで行っても撮ったものが見えてるだけだから、うん、テザーって思うところありますよね、うん、だから僕の場合はあんまり必要ないかな、うん、僕多分ね、一番最初にテザーやったのキリアさんで、キリアさんが、いやー、キリア君はやってたかな、キ
昼屋さん最初にやって、なんかそのスタジオでモデルに背中を向けて撮ってたっていう伝説があって、でそれ編集部から聞いて、いや桐谷さんさ、あのこっち見ないんだよって言っててエンター押してたっていう、ちょっと質問が感想できてます、はいはい、まず石田さんから、そのファインダーの場合はフォーカスはどのようにして合わせているのでしょうか。あ、これあの外付けでね、うん、多分あそれはやっぱり普通に一回こっち側で20度こう見て、でからこっちでこう撮るっていう、うん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 、これはあの単純に枠を決める、枠フレームがだいたいこのぐらい、うんうん、だいたいこんなもんかなっていう、全然いい加減なんで、当然なんか上に乗っかってるしパララックスもあるし、それはその後で、まあ、調整をするっていう、ね、そうですそうです。だから前回もお話した通り、うん、そんなにギチギチ取れるようにできてないし、うんうんうん、っていうことで、あそうそうそう、あの多分、うん、質問にも来るかもしれない、うん、この前ね、その、はい、テイクアピクチャー、はいはい、テイクアピクチャー、あれほんあそ こあのカットさ、はいはい、されてるからあれなんだけど、うん、でもその時に僕言ってないんですけどね、うん、テイクアピクチャーは何を話したかったかっていうと、うん、ピクチャー、うん、写真って実はピクチャーの絵の中の1カテゴリー、うんうん、写真と絵が別々のカテゴリーじゃない。でもっと言うと、ドローアピクチャーは、うん、ペン、はい、でペインターピクチャーは筆、うん、でテイクアピクチャーっていうのはカメラを使ってるんですよ、うん、で、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、うん、あとフェルメール、はい、もうカメラは使ってる、はい、でも写真は撮ってないんです、うんうん、だカメラを使って、でカメラでその写ったものをトレースして、うん、っていうカメラを使ってるだけがテイクアピクチャーになる、はいはい、だからここまでは絵の中の仲間、うん、でその手でこう描いてたりなんかしてたやつをその銀を使ったり、うん、要するに科学的なことでその光を利用してっていうところでできたのがフォトグラフ、うんうん、なるほど。だからあの説明はちょっとはしょりすぎてるから、うん、ってか、あの渡辺さん分かっちゃうんで話をすると、はいはい、だからここで話して、あそうでしょ、あ分かったってなってずっと言っちゃったから、うん、だからちょっと あれはちょっとはしょりすぎた、はしょりすぎたなっていう。だから多分今、はい、カメラオプキュラでもいいし、カメラでもいいし、うん、でレオナルド・ダ・ヴィンチとかって、うん、あの Google するとそのカメラのやつで模型っていうか、その描いてるとかっていうのが出てくると思うんで、まあ、当時まだレンズはないけどもピンホールでできるから、まあ、ピンホールがだいたい1600年ぐらいになるとレンズが普及してくると、まあ、フェルメールがね作ったってよく言われますけどね、まあ、その時はもう手で描くしかないんで、手で描くしかないですね、まあ、絵を、まあ、そのカメラを使って絵を描いてたけども、それがまあ瞬時に銀を使って写し止められるようになると、うん、まあ、それがフォトグラフという、そうですね、フォトグラフ、まあ、フォトンっていう光とグラフ、うん、グラフィーっていう、うん、あの画像か、うん、だから光の画像っていう名前になったんですよね。だから、漢字の国の中国は写真って使ってないんですか、ね、使ってないですね、シャオベンですね、うん、こうあれ光の、いいですよね、光の、あっちの方が正確ですよね。だけど近年台湾とかはその日本の写真集とかがいっぱい、萩谷さんのおかげですよ、うん、おかげっていうかせいですよ、うん、なんでですか。そう、萩谷さんがとかその日本のあカメラの写真集ね、でなんとかかんとか写真集って出すから、うん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 、あれで写真が広まったんだ、ね、うん、そうですね、写真っていう言葉がね、うん、だから日本から入ってった、ね、中国語にはないって言ってましたね、面白いですよね、うん、だからそのシャオペンでしたっけ、うん、なんてちょっとね、あの発音もあれなんですけどね、でもそっちの方がフォトグラフに近いですね。でもね、写真っていう言葉はもうすごい昔からあって調べたんだけど、それは王様とかそういう人たちの正面の画像、うん、それは写真っていう、中国の中で出てくる漢字、まあ歌詞の中によく出てくるらしいんだけど、なんか上野彦馬が自分のこと写真師って言ったらしいんですよ、そっから来たらしくて、でも戦前までは
まあいろんな呼び方があったっ、ね、あのダゲレオタイプとかっていう言い方とか、あのなんだっけな、当時の司馬遼太郎の燃えよ剣の中に書いてるのは、うんうん、ホトガラヒって書いてある。俺はこれからホトガラヒを取ってもらうんだっていう近藤勇のそのセリフがあったりするんだよね、うんうん、だから訳しようがないんで、そのままホトガラピっていうのをホトガラヒって言ってたみたいね、うん、はい、あのちょっとコメントが溜まってきました、すいません、はい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 、次はですね、現場での田淵さんからです、うん、はい、現場でのデータバックアップはどうしてますかとのことです。データバックアップ、あ、データバックアップ、まあ、基本的にこれ、うん、全部、はい、そうです現場でのデータバックアップ、はい、現場でのデータバックアップはほぼしない、ほぼしないっていうのは映したりしないんだ、映したりしないですね、あの一応ストレージャーは持っていて、はいはい、でそのストレージャーに、SD カード入れると勝手に吸い込むやつがあるんですよ。え、エプソンの？エプソンじゃないんです、ネイドじゃなくて何だったかな、そういうところ、そういうのが、いや今日持ってくればよかったな、うん、それすごくよく、多分でももう販売が終わってんだと思うんですけど、まあもう古いデバイス、まあそのマシンだよね、その考え方って、あのもう一個の、もう一個っていうか別の YouTube で、あのカメラバッグを紹介する、はい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 、あの時には出してるんで、そっち見てもらうとあれですけど、はい、だから、データのバックアップは基本的にはそれですね、使う、ノートパソコンも使ってない、ノートパソコンも今使ってないですね、身軽っすね、でね、データのバックアップって、うん、一番のデータのバックアップは2台で取ることです。うん、で1台で取って、そのデータのバックアップじゃなくて、すごい単純にコピーなんで、バックアップは1台、もう1台、1分2分じゃないけど、すげえな、それで、あれをどっかで話したと思うんだけど、前、ロイターのカメラマンだったか UPI のカメラマンだったかの話をしたら、キャノンのバックアップでニコン使ってるっていう、そう、それ聞いた、なんすかそれ、同じもので撮っちゃうと、要するに全体的な何かバグがあったりするとダメだから、うん、だから本当の報道の報道の人はメーカー別のやつを使う、重いな、だから僕はそういうのもあって、M10R と Q2 っていう同じメーカーなんだけど違うエンジンっていうか、そのものが違うもので取り分けてる。なるほど、うん、すごい、こんな基本は M10R のものを使うっていうか、そうです、そうです、基本的には M10R、 Q2 の方が良かったっていうのもある、ありますよ、もちろん、それはだから撮ってるタイミングなんで、あ、なるほど、だから M10R でずっと撮って、うん、Q2 で撮るんじゃなくて、うん、M10 で、M10R で撮ったら首から下げてる Q2 に持ち替えてちゃちゃって撮って、うん、そういう感じです。なるほど、ありがとうございます、うんうん、はい、あ、大丈夫かな、はいはい、次がですね、うん、この溝田さんでいいのかな、萩庭さんのインスタグラムで、うん、Q2 に光学ファインダーが取り付けられた写真が投稿されているのを見ましたが、何ミリのファインダーをつけられていたんでしょう。あれもね、35、うんうん、35、そう、35、さっきのはね50ミリでしたもんね、うんうんうん、35だそうです、35です。はい、次がですね、シンジさんからですかね、シンジさん、ありがとうございます、ライカでは猫のひげなどにジャギーは現れませんか。いや、ライカではっていうのは分かんないんだよね、うん、ジャギーは出ないと思う今のカメラは出ない気はしますね、多分出ないと思いますね、出たのかな、うん、何のカメラお使いなんでしょうかね、どんな感じであれなんだろう、もしあれだったらそのまたもう一回コメント書いてもらえると、うんうん、使ってるカメラの、まあ、画素数が低ければ出る可能性はあるけど、ジャギーは多分もう出ないと思う、すぐジャギーが出るの相当前の話だと思うけどね、猫のひげなどにジャギーはあるんです、多分カメラ内現像して、で JPEG でちっちゃいやつとかをコンピューター画面にすると画素数の問題でジャギーって見えるのはあるかもしれない、それはあの本体の問題ではなくてサムネイル的なものの、そうですね、小さいものをこうチェックをするときに確かにカクカクってなる、なるかもしれない、見えることはあるけどね、
うんうん、次がですね、あ、ちょっと僕の相槌が褒めていただいてますね、ありがとうございます。あの今回コメントをいただくときはすいません、あの質問の場合は、お名前、あの名字でもいいし、うん、あの下の名前でもいいので書いていただくと、そのお名前を呼んで質問に答えたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、はい、次が柴田さんからですね、はい、柴田さん、ありがとうございます。カメラにつけているループストラップはどこのものですか。これね、いいですね、ループストラップ。そう、これ僕が作って、僕が作ってるっていうのも変なんだけど、うん、僕がデザインして作ってもらってるんです、うん、いや、めっちゃ便利そう。インダストリアっていうところのハングイさんっていう、もともとあのアルツアーティストの人なんですけど、その人があの作ってるやつで、これピークかな、こっちのやつ。これはこうみんなそのループストラップって閉まるんです。はいはい、はい、ああ本当だ本当だ本当だ。それはピークの、まあ、これはピークだ。でそれだと長さがどんどんの、うん、あれなんですよ、うんうんうん、これはあの一応ね、特許じゃなくて実用シーンはもう通ってるんで、うん、長さは変わらないの。長さ変わらないっていうか、うん、もう、ここで閉まるんで、この長さ、うん、全体の長さ変わらないです。おお、はいはいはい、なるほど。これだと伸びていくわけですね。そうです、そうです。遠くなって遠くなっていくけど、うん、これは遠くならない。だから自分の腕に合ってて実用シーンもあるのこれ。いや、実用シーン、すごいな。僕カメラバッグも全部実用シーンを撮ってます。実用シーンは、うん、衣装デザインで、だか誰か真似してくれると、うん、それでお金入ってくるんですけど誰も真似しないですね。なんで真似しないかっていうと、ね、面倒なんですよこれ作るのが。うん、なんでもないんですけどね、ただここに穴開いてて、だから買うと送られてくるとただの一本こうポロ、あ、それを自分で通して自分で巻いて、それでこの何ですか、あのアイレットに通さないと完成しないんです、うん、なるほど、うん、そうなんです。そう、これ伸びるのがね、確かにこういいんだけど、どん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 離れていくから、うん、余っちゃうんだよね、うん、うん、これでもあのフルハンドメイドなんで、うん、あのでもそんな高くなかったよね、見たら6600円とか7000円ですね。すぐ売り切れちゃうんです、うん、作ると買ってください。ああ、はい、これは質問じゃないんですけど、ね、質問に近いのでちょっと読みますね。イタリア在住の、彫刻屋さんの、はい、斉藤さんから、はい、斉藤さん、ありがとうございます。どこでカメラを構え、どこでシャッターを切るか、うん、どこに目を向けるかというのは結局自分で判断するもので、うん、大切な部分はいつも自分に戻ってくると感じます、うんうんうん、ただし撮影体験が自身をアップデートしてくれるという点において、うんうん、機材選びはおろそかにしてはならないとも思います。機材が撮影指示を与えてくれるわけではないですが、うん、インスピレーションは与えてくれるからです、うん、M 型ライカ欲しい、うん、いや、うん、すごく的を得た話ですね、うん、まあ、使ってみると見え方が変わるってだってあるからね、うん、機材のインスピレーション確かにありますね、うん、だからここになんか、うん、ね、そう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 、このインスピレーションも面白いよね、これ、ね、ライカに挟まれると簡単に挟まれる全然簡単にしてないいやいやいや、ライカに挟まれるペン F ですよ、これかっこいいよね。いや超かっこいいですもんね、さっきちょっと話しましたけど、負けてないですよ、舞谷さんの傑作ですよね、はい、まあ、うん、オリンパスはここをね、このペンで人時代を作ったわけですからね、超楽しいですよ、これで撮るの。いいじゃないですか、うん、負けてないですよこれ。いや本当になんか、ね、皆さんにも改めておすすめしたいぐらい楽しいですこれ。これでさ、まあ、この、これで作ったけど、もうやっぱね、せっかくだからセンサー縦に置けばよかったのにって思うよねこれ。確かに本来縦ですもんね。ね、これあの見るとハーフサイズが縦、フィルムだから縦だから、センサー縦にして作ればね、面白いと思うけどね。まあでもなかなか簡単にはね、まあできないでしょうけどだってライカだってこの薄さにするのが大変だったわけですからね。長かったですもんね、うん、まあ、9の時はよく作ったなと思いますけどね、うん、これね、うん、まあ、今の方が薄いんだもんね。薄いですね、
うん、M はなんか人気なかったわけですけどね、240ってやつか。240もいいカメラですよ、ねえ、うん、でもね、カメラはみんないいですよ、うん、そう、本当ですね、ライカがいいっていうのね、ちょっと使っててなんだけど、うん、そんなにって感じはする。みんなね、美術屋さんとかの気持ちがこもってますからね。そう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 、本当そうだと思う、うんうん、外車乗ったりすると分かるけど、その思想とかイメージみたいなのは伝わりやすいっていうのは、うんうん、あるかもしれない。機能的に劣っていても、それを作った人のなんかこのこれを作る時のイメージみたいのは伝わりやすいんで、うん、まあカメラもそれも、まあカメラ海外で作ってるのはライカぐらいしかないのか。そうですね、だからこの値段が高いのは、うん、あのドイツ人の人件費が高いからであって、うん、だからドイツ人にあの今の Z8 とか、うん、ね、あの辺作らせて多分300万ぐらいはすると思うんで、あ、多分そうでしょうね、そういうことです。そうそうそう、だから高いからいいっていう話じゃなくて、安くしてくれてるんですか、ね、うん、日本のメーカー。いや、ちなみに Z9 の安さにはひっくり返るけどね。いや、僕もあれ発表された時びっくりしました、あれ、うん、あれはもうよくこの値段で出そうと思ったねっていう、うん、だからもうね、海外ね、今本当に円安で大変なんだけど、うん、海外で考えたらもうすごいこれって話になったと思います、ね、よく今カメラ屋さんに行くと海外の人多いけど、うん、ウキウキですよ。あ、そうでしょうね、うん、もう選び放題、いいな、選び放題したい、ね、はい、はい、次行きます。はい、ゆきえさんから、はい、愛犬の写真など撮られるときに、毛並みがフィルム時代よりギザギザしますか、高画素なら大丈夫でしょうか。これは、うん、どうなんでしょうね。もう一回もう一回。愛犬の写真など撮られるときに毛並みがフィルム時代よりギザギザしますか。要はなんかこうね、よりなんかシャープすぎるってことなのかな。高画素なら大丈夫でしょうか。でもこれ高画素だと逆にまたもっとギザギザしちゃうの。どういうギザギザなのかな、これ。まあフィルムがギザギザしてないのただ甘いだけだろうね。ギザギザってどういうのを言ってんだろう。カリカリしすぎみたいな描写が、まあ、iPhone とかそれで撮ると、うん、まあ作ったような線になることはあるのかもしれないけどね。ジャギ的なギザギザっていうよりももうちょっと詳しく書いてあるのかな。どっちかっていうと線がこう硬いようなイメージなのかな、うん、どっちのギザギザなのかな、これは。シャープネスの方かもしれないですね、うんうん、どこに行ってんだろう、はい、次佐藤さんから、はい、今一度 DXO ピュアローデの現像を教えてください。よろしくお願いいたします。あのね、うん、ピュアローはね、めんどくさくないです。全然、うん、あの本当に放り込むだけなんで、うんうんうん、これはね、ここでやろうと思ったんだけど、すごい微妙な差なんで、多分ね、モニター、この YouTube 上のモニターで確認できるかどうかっていうとちょっと微妙だから、ちょっと微妙すぎるんですよ。ダウンロードして一回使ってみると、そう、よくねピアローの話をハイニアさんがした後に聞かれるんだけど、こういうコメントでどうですかって言われるけど、使ってみなっていう、うん、1ヶ月たただから1ヶ月使ってみてあんまりなんか合わないなっていうか変わんないなと思ったら使わなきゃいいし、変わるなと思ったらまあそれ買い取っ、まあ、1万6000円ぐらいだから買い取っちゃえばいいだけの話なんで、これはね使った方がいいです。どうですかはないです本当に、うん、それで、もう一回使い方の問題で言うと、うん、教えてください、どれですかね、どれだろう、ちょっと上の方ですかね、どうかな、使い方そんな難しくないです、全然僕でも使いましたんで。ありました、ないね、ちょっとごめんね、待ってね、どこで一応もう一回読みます、うん、今一度、DXO ピュアローでの現像を教えてください、うん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 、よろしくお願いいたします、はい、ピュアローは現像じゃなくて、現像する前にデモザイキングの処理とノイズの処理をもう一回細かく計算し直してくれてるっていう、全然知らないで、 AI っていうよりかはディープラーニングしてる感じ。これがね、これピュアローなのね、でここのデータをここピュイッとこう入れるだけ、うん、
でこれソフトの名前、そうでこれソフトの名前、これで押しますっていうと、ここでいろいろな、設定ができます。まあ3からですね。そうでこのソフトに一応今してます。全然知らねえ。そうなんだ。でそんな強くないソフトにしといて、はい、でこのぐらいの速度、まあ、あの M1 とか M2 チップじゃないとちょっと変わるかもしれない、ね、1600万画素でっていうことで言うと、うん、でそうするとこのライトルームで、うん、あの出てくるんですよ。本当だ。でそういう意味で現像の前に構わせる、はい、そうそうそう、ね、でそれをやるのは、ライトルームでいうところの、シャープネスと、うん、ノイズのところはどこで、うん、ライトルーム今出ますかね。なんかなライトルームの現像のところ。これはね違う、あのね現像のこれはごめんなさい、これはねどこで出すのか。それ今何ですか。これねあの CC じゃなくて CC じゃないと分かりにくいんだよな、うん、そう CC の方がいいんだよな、うん、その、はい、そこの、うん、ノイズとかシャープネスのところをやってるだけです。うん。ピアローは。あのライトルームでもノイズ除去って今すごく良くなった。ったうん、それがあるけども、まあそれよりも一段。そうですね。てかセンサーとかカメラメーカーのそれぞれに解析の仕方を変えてるようなので、うんうん、多分ライトルームはまあ全部ざっくり全部ざっくりだけど、うん、それをメーカーごとの機種ごとに、うんその解析の仕方を変えてるから、よりまあいいとは言わないですけど、うん、よりデモザイク処理をもう一回深くやってくれてるって感じですね。だから面白いのはレンズ補正をかけると結構こう歪みみたいのが違いますよ ね、 あれちょっと面白いなと思って、うんうん、あとライトルームと2つ同じやつを入れちゃうとすごい歪み方しちゃうんですよ、うん、あライトルーム側のプロファイルをオフにしないと、うん、DXO 側でオンにしてたら、はいはいはい、逆に DXO 側でそのレンズ補正がないやつは、うん、レンズ補正要するにレンズをサポートしてないやつは、はいはいはいオンにしててもオフにしてても結果的にオフになってるん で、はいはいはい、でそれをライトルームに入れてライトルームのそのレンズのプロファイルを当てるとかなりまっすぐして、うんうん、なるほど。じゃあ両方かけすぎちゃうとダメですよ。両方かけすぎちゃうと変なことになるから、うん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 、これ注意点ですね、うんうん、じゃあ使い方としては、うんうん、まあこれの、ねはい、詳しい使い方については、はい、萩庭さんのね何でしたっけあのワークショップは。ああ、M 型教習所ですね。M 型教習所。来週やる、チャム、あれ、何覚えてるかな、ちょっと。チャムフォトファーム。うん。うん、そうツイッターで、松田忠夫カメラマンがやってるところに行ってもらえると、それの現像編っていうところで、そこでは詳しくやります。まあ、そこの、本当に、詳しく使い方を知りたければそこへ行くっていう形で、まああとは試しに1ヶ月使ってみて、ただなんだからどうやってどのくらい変わるのかで自分の使ってるスタイルに合うのかどうかっていう、まあ別に使わなくても全然いいわけなんで、それでカメラ内現像して JPEG でその後保存するっていうんであれば、もうそのカメラはそのカメラ用にちゃんとできてるって、だ高感度とか JPEG の方が多分綺麗だと、うん、う JPEG って結構再現できないの多いですよね、うん、再現できないって、ね、僕集合写真とか撮った時に、うんうん、その JPEG の僕そのキャノンだったんですけど、うん、その一人一人顔の処理がすごい綺麗で、うん、そういうこともねすごいあるんで、うん、そうそうそう個別に全部やってんの。そうなんですよ、顔綺麗にしてくれてるんですよ、うん、綺麗にしてくれてるっていうか、うんそこを目指して作ってるから、うん、カメラメーカーは、うん、ローデータを現像してんじゃないのよ、うんうん、現像をメインでやろうとしてるんだけど、ローでもいいのねっていう人たちにはローのファイル保存をしてるだけ、うん、だからロー JPEG って書いちゃうからなんか、うん、ってなるけど JPEG ローって考えた方がいいかも、うん、そう結構違うんですよ JPEG って、あの
今で言うと例えばミックス光で蛍光と自然光タングステンのやつがそうちゃんと何にうまく直してるのよ、カメラ内現像あれはすごいですって思うすごい、うん、分かる分かる、うん、でやっぱね募集募集になって、うん、あの位相差じゃなくてノイズが出ると、はい、そのノイズ出た分をもう一回当てて、はいはい、それで、キャンセルするのね位相を当てるの、うん、それでキャンセルをかけてるらしいんでそれはそれは綺麗ただそのまま JPEG でやっていくとあの日陰クラシックになってるから、うん、その JPEG を、まあ、Lightroom なら Lightroom で TIFF に一回変換して、うん、で TIFF でいろいろと作業してでやるとトーンジャンプとかもしなくなるからなるほど、うん、だからローから現像すればいいっていうもんでもないから、うん、いやもう各メーカーが作ってる JPEG は本当にすごいですよ、ね、すごいすごい本当にすごい、まあ、それがなんかカメラを選ぶ一つの、うん、個性というかにもなるんで、うんうん、アニマーさんの場合はそれをライカ選んででもローで、うん、ソピアローかけてっていうスタイルを取っているっていうだけですよねそれが全てではないっていう、うん、で結局ローから現像するとその現像液を作れるんですようん、現像のレシピじゃなくて現像液から作れるからだからローからやってるっていうだけで、うん、それはねやっぱ肌色の問題とかいや、自分がこういうふうに表現したいっていうのをすんなり表現できるんで、うん、それが、元の要するにそれぞれのメーカーがこう示してる、うんピクチャースタイル的なもので一回出しちゃうとそっから何かをプラスしようとか、うん、そこからマイナスにしようっていうと難しいんですよね、うん、完成度が高いから崩すのが、うん、それだったらそのローからやってそれもモノクロから始めてっていうのでこう色を足してってっていう方が僕の場合はやりやすい、うんうん、ちょっとでまあやり方としては1回全部モノクロにするって言ってましたよねそうですねモノクロにするっていうか、まあ、サイドを下げるっていうか、ね、サイドを下げる、うんうん、露出もゼロにするす、うんうん、コントラストもゼロにするであといじるのはハイライトシャドウっていうかあのそこから要するに先像から現像始まるんです、はいはいはいうん、でそこで露光量でグーッと上げてってその後シャドウとハイライトですか それもあの自分が好きな、うん、好きなものになる、はいはいはいうん、だから、パラメーターで何が何十とか、うん、何がマイナスいくつとか、はいはい、そういう話じゃなくてな画面を見ながらこうやっ て、こうやって、ね、これが自分が好きな絵、はいはい、でこれに対してじゃあ色はどうなのっていう、うん、いや僕それを聞いてから自分でもやってみて、うんうんシャドウハイライトいじるでしょ、うん、で最終的に霞の除去、はいはいはい、霞の除去効くなって思った、うんうんうん、コントラストいじるよりも霞の除去の方が、うんうん、あのクリアに出てくれるんで、うんまあ、だからそれもそれがいいっていうんじゃなくて、うん、そういうやり方が自分にとっては合ってるっていうだけなんで明瞭度の問題霞の除去の問題これは上げりゃいいってもんじゃないし下げりゃいいってもんじゃなくて、うんうん、その写真ごとによって変わってくるから、うんまあ、当然好みというかね、うん、スタイルは出ますよねそうそうそうごめんなさいこんなに長く喋ってると全然進まなくなっちゃいますね溜まってんでポンポンといきます、はいはいはい、これすごい面白そうですこれ、はい、川名さんから、はい、ありがとうございます以前の動画で距離のお話が大変興味を持ちました、はいうん、萩庭さんは被写体に対して自分の好きな距離、うん、何メートルとかなどあるのでしょうか、うん、あそこもね多分あの言葉足らずだったと思うんですよ何メートルで撮りましょうとかっていう話では全くないので自分がどこから見てるかっていうだけの話、うん、いやもうこれあのいや、ね、あのポートレートだとね分かりやすいのよ日本語がねやっぱり難しいんですよあの今萩庭さんとこの距離で話してるけど普通この距離では普通は何だろういられない距離そうですねちょっと近すぎますよね近すぎるんです、うん、で普通だったらもうちょっと離れるんだけどこの距離でいる萩庭さんを見るときとこの距離で萩庭さんを見るときって全然違う萩庭さんになるわけ、うんうんうん、それが距離の問題で、うんうん、だ人物は分かりやすい、うんそうですね、でも物も風景もみんな一緒、うん、そのどこで見るか、うん、そうですそうですどの距離で物を見るここで見この物を見るのとここで見るのと全然違うので、うん、だから僕もよくあのインスタにね、うん、あの食事
今日食べてるやつ、うん、それあげたいんだけどうまく撮れないっていうのを聞かれて、うん、でこう iPhone とかでみんな撮ってるけど、そうするとこの画面の中でいっぱいになるようにこうやって撮ってる、はいはいはい、でも料理ってこの距離で美味しく見えるようになってるから、ね、あれね、だからここで、ここで撮る、うん、で撮ってからトリミング、なるほどなるほど、これすごい大事です。その料理を出す人は、その人がどういう風に見えるかっていうことで全部決めてるわけだから、うん、そりゃここだよねっていう、うん、確かに確かに、だからそれをやっぱり、そのこっちを見てやるとどうしても画面にいっぱいに入れたくなるから、こう近づく、うん、そうですね、そうするとこのお皿の料理をここで見てることになるから、うん、それはねやっぱり歪んじゃうし、うん、美味しく見えない、そう、こんな風にして料理見ないだろうっていうとこはあるよね、うん、いや面白い、うん、だからあの言ってる距離っていうのはそういう意味の距離、うん、だからその時その時でその距離、何メーターとか何センチとかっていうのはおのずと変わってくるし、で何メーターで撮ったからいいとか、何メーターよりこのぐらいで撮りなさいっていう話では全くないので、ちょっと離れてる方がいい時だってあるわけですよ、うん、距離、そういうことです、大丈夫でしょうか、はい、ありがとうございます、はいはい、次がですね佐藤さんからです、はい、佐藤さんありがとうございます、はい、第1回目の対談で、うん、おという自分らしい写真が雑誌に掲載されても読者も納得する、うん、写真と一致するトレーニングはどのようにされたんでしょうか、自分がいいって思うのと、自分が読者さんたちから そのレスポンスがあるのズレをってことですよね、これ、うん、あ、それは自分がいいって思わないと、とりあえず世界に一人いいって思ってたら自分に近い感覚のやつがいるに決まってるから出ただからその人たちは多分支持してくれるだろうなと、うん、あとは例えば、誰かアーティストだったりそういうタレントだったりのファンの気持ちになって、うんうん、そのファンの気持ちになって撮るとファンもそっちになるから、なるほど、だからかっこいいとかおしゃれとかっていうのをこの人には望んでないっていう時にはかっこいいおしゃれな感じを撮ろうとは思わなかった、うんうん、自分のスタイルにはめないってことだよね、そうですね、あのどっちかっていうと本当はみんなファンの人たちも一緒にいて、要するに写真なんか見ないで目の前にその本人がいてそれをこうみんなで見れた方がいいわけだけど、それをとりあえず代表で撮りますっていうところで行って撮ってるから、うん、だからファンの人ってどんな人なんだろうなっていう観察はよくしてた、はあ、なるほど、いやっぱねかっこよく撮りたくなるのよ、若かったし、うん、おしゃれにとか、うん、で、あの周りのカメラマンに認めてもらいたいと思う、あいつちょっとかっこいいの撮ってるって、はい、だけどあそれじゃないんだなっていう、うん、すげえ話だとてもとても耳が痛い、はい、はい、ですね、次が、石井さん、はい、石井さんありがとうございます、はい、モニターは見ずに撮影 してする、うん、自宅に戻ってからライトルームやキャプチャーワンで確認する、うん、そのフローの中で、うん、トリミングはどのくらい前提とされていますか、うんうん、結構前提としてる、うん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 、まあもともとがね、うん、さっきも言ったようにルーズなルーズ、うん、カメラでもあるからね、うん、これがまあ5000万近くありま、あ、4000万画素、ね、4000万画素か、だったら、まあ、画素数はあまり関係ないですね、うんうん、ピエロを使ったことによって何か影響してる、もう全然余裕になりましたね、ピエロを使う、まあちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、うん、ね網戸越しに見てる感じなんですよ、デジタルって。うん、でその網戸の網がの目が大きいのが画素数が少なくて、うん、網目がちっちゃいのが画素数が多い、はいはい、うん、だその網目越しにこう網目、その網戸越しに見てる景色っていうものの網が消えていく感じですよ、ピュアローは。おほほほほ、うん、網が消えていくから、うん、その網目が大きくても小さくても、うん、その画素数が多くても少なくてもあまり関係なくなる感じです、うん、レンズに依存っていうこと、レンズに依存だし、うん、もっと言うとレンズとかセンサーとか画素数とか関係なしに、うん、その対処してる、うん、その
被写体がどうかっていうところに結果的にいくから、いやこれはもう昔からそうだけど、その対象物の光の当たり方とかその存在みたいのがしっかりしてると、あんまり画素数とか関係ないってずっとも、ね、うんうん、1200万画素の頃からそれをずっと思ってましたね、うんうん、あとやっぱり、ね、見たい気持ちがあるかどうか、うんうん、自分その見る人、うんうん、あの卒業アルバムで初恋の女の子の写真がこんなにちっちゃいのに見たい気持ちがあれば間違いないですね。笑顔に見えるから多分保管するよね、うん、保管します、そういうことだ、そう保管すると思うんで、うん、なるほど、うん、よろしいでしょうか、そんな答えっていうか、あくまでね、あくまで、僕の考え方、うんうん、それも、2023年の今日は8月何日ですか、今日19日ですね、19日現在の考え方なので、それすごい大事で変わるよね、うん、あのアップデートもするだろうし、うん、勘違いもしてただろうし、うん、っていうのがこれからもあると思うんで、うん、今の段階の僕の、今のお話に対しての、うん、答えっていうか考え方はそんな感じです。ありがとうございます、はい、これ次の質問が、はい、ISO感度に関することなんですけど、はい、これちょっと長くなるか、さ佐藤さんからです、ありがとうございます、はい、対談3で、うんうん、対談の3で、はいはい、ISO 感度、ISO は、うん、まあ、ISO は、うん、オートにするという意味が分かりませんでした、うん、ベース感度にしないのはなぜですか。あ、ね、あ、もうまだ続く、素人にも分かるように教えてください。なるほど、なるほど、ね、ベース感度にしちゃうと、はい、モノクロで一応モニター後ろは見てるんだけど、ベース感度でやると真っ白になったり真っ黒になっちゃったりするわけ、うんうんうん、それだと確認ができないから、うん、確かに、だから感度オートにして、うんうん、まあ大体その辺で後ろで見てもそれなりに見えるっていう、うん、それをやりたいだけなんで。感度上限っていうの決めてます？今僕は6400までいっちゃいますね。そこまで、だからこの M10R だと、要するに常用感度の100から6400まで、うん、あ、目いっぱい使うって感じで、結局感度を低いまんまで撮りたいとか、うん、感度が高いから撮りたくないじゃなくて、うん、そこにあるものを撮りたいんだから、うん、結果的に感度は上げるし下げるし、うん、結果的にで、それをいちいちここでやらないで、うん、オートにしとけば、中央部重点速攻的なことになってるんですけど、このカメラは、うん、その中でそれなりの感度で撮ってくれるんで、はいはい、そういう意味での ISO オートっていうの露出はマニュアルで、自分でシャッタースピードと絞りを決める、うん、この、場合だったら250にしたい、はい、絞りは2にしたいとかっていうのがまずあって、うん、あとは感度ちょっとやっといてね、そうです、でそうするとモニターに見えた時になんとなく、画像としてはいいようにしてくれるから、まあ、画像確認もできる、であとは現像の段階であとは変えていくと、で現像の段階でさっきもおっしゃってたように、うん、僕は露出も露光量も一回マイナス、うん、全部真っ黒にして、ってことは、うん、その高感度で撮ろうが低感度で撮ろうがもう真っ黒だから関係ない、そこから初めて現像するんで、でノイズの問題はピアロで解決してると、で解決って言ってももちろん高感度にすればノイズは乗ってくるのは間違いない、うんうん、はい、だからといってノイズが乗ってるからといってこの今の状況を撮らないなんていうことはしないんですよ。なるほど、ノイズが乗ろうが乗る前がこれは撮りたいんだから、うんうん、だから撮るっていう、うん、ISO 感度って本当にそこの強さが、ね、あるわけなんで、そこを捨てちゃうってもったいないですよね、ベース感度に固定しちゃうと。で結果的にはベース感度になっちゃってんだけど、うんうん、ベース感度からの原因だから、うん、基本はね、うん、だから映画の人の方がその話は分かりやすくて、そうですよね、映画の人は、まあ、今のデジタルの場合ベース感度をソニーの場合2つ持ってて、うん、例えば FX3 だと確か下が800で上が12800なんだけど、うんうん、800の方はハイライト部分がよく出るようになベース感度で、12800はシャドウ部がよく出るような設定にしてあるんだって、うんうんうん、なのである映画監督に聞いたら常用12800、うん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 、もう昼間だろうが何だろうが変えないって言ってた、うんうん、であとはだから現像の段階っていうか、うん、要するにカラコレっていうかそこの段階で、まあ、もちろんログで撮ってんだと思うけどそこで直していくんだ。まあ、ND フィルターも使うでしょうけどね、まあ、まあ、そこでの調整になるって言って、だからもうその場合は映画の場合は割と分かりやすいんだけど、まあ写真の場合は
それを感度オートにできるので、うん、今それをしているっていうところでしょうね。だ前回もお話したんだけど、デジタルフィルムなんで、うんうん、デジタルカメラじゃなくてデジタルフィルムだから、うん、そのフィルムがアナログの考え方でやってるといつまでたってもそのなんつうの足かせをしたまんまになっちゃうんで、うんうんうん、だそこはこう頭の中をガラッと変えて、要するに電気自動車とガソリン自動車の違いで、うん、電気自動車だったらガソリンスタンドのことを考えないわけでしょ、うん、電気なんだから、だからそこをガラッと変えてっていうのをやらないと進めないかもしれない、デジタルに関しては。僕もちょっとそこちゃんとできてないんで、ちょっと次オートで僕もやってみますまあいろいろ試し、そうですよね、そう、まあいろいろ試してみる方がいいよね、はい、でオートじゃなくても別にいいし、ただ後ろで確認した時にあちゃってなるし、でその時に隣にいる人もしくは被写体が見せてって言って見せた時にあちゃってやってるとね、真っ黒だったり真っ白だったりだとそれはそれで不安になるから、真っ白でも真っ黒でも実際は撮れてるから現像すればそれなりっていうか自分の思ったものになるんだけど、それはちょっとなっていうんで、うん、そういう意味で ISO を取っていうことです、ね、難しい、難しい、ごめんなさいね、うんうんうん、はい、まあ、まあ今までそういうのはね、 ISO はオートじゃない方がいいっていうのも多かったからね、でもそれもやっぱりピュアロを使うようになってから、ピュアロを使うまではもう感度は固定してるし、もう上も全然いかないようにしてたから、うん、ピュアロを調べてみよう、ちゃんと、はい次いきます、はい、これ僕もちょっと聞きたいですね、町田さんからの質問です、町田さん、はい、萩庭さんと渡辺さんへ質問です、はい、受けたお仕事の取り方と個人で取るときは何が違いますか、うん、受けてのと個人で取るので、はい、取り方が変わるか、そう変わりますか、変わんない、変わんないよね、うわそうなんだ、これは全く変えられないっていう方が正しい、多分俺がタクシーの運転手だとしたら、お客さん乗せててもお客さん乗せてなくても、うん、暴走運転はしないと思う、うん、うん、もうだってタクシー、まあ、ある意味タクシーの運転手でずっと運転してて、じゃあ今日はオフだぜって街に乗るときに変わんないよね、多分変わんないと思う、うん、うん、お金がもらえるかもらえないかの差ぐらいで変わんないですね、うん、そうですね、お金がもらえるから何かするっていうこともないだろうし、責任感っていう部分でもあんまり変わんないな、うん、だから仕事で撮ってる写真でなんかアクシデントが起きようが、うん、仕事じゃなくて撮ってる写真でアクシデントが起きようが、うん、同じぐらい落ち込むと思うんで、多分変わんないですね、はいはいはい、次がこう技術的なところの質問ですかね、はい、石田さんからの質問で、はい、はい、ありがとうございます。 M 型の場合、うん、露出は どう決めていらっしゃるでしょうか、適正補正にしても白飛びすることもあり、うん、暗めにしてみたい、してみたい、うん、暗めにしたいと思う時もあるのですが、うん、LV で見られているのでしょうか、うん、2つ目、ピントを合わせる場合、真ん中でしか合わせられないのですが、うん、真ん中ではないところでフォーカスに合わせたい場合はどうしてますでしょうか、うん、とのことです。ね、まあ、露出でいうと、例えばメーターを見ないわけですよね、別に。見てる？露出。露出をライカで決めるときに、今のお話だとシャッタースピード絞り、自分の好きなものに合わせるという話だったんで、メーターは関係ない、関係ないですね、そうですね、ISO感度がやるんですよ、あと ISO 感度がまあ、うん、いいように、うん、とりあえずオートとかしてくれる、まあ、かといって白飛びになっちゃうとダメなんで、うん、白飛びになってる時にはシャッタースピードを上げるっていう、うん、要するにこれだと感度100までしか下がらないから、うん、それで白飛びになっちゃうとまずい時はシャッタースピードを上げることはしますね、うん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 、大体この光の中でどのくらい撮りたいかっても大体分かるんですよ、まあまあそうですね、この段階において感度400だったらこのぐらいだし、6400だったらこのぐらいって分かるので、うん、まあ、2.8 だったらまあ125ぐらいまで上げても取れます、うん、ここだったら、うん、この状態だったら、うん、っていうことなんですよ、うんうん、だから
メーターを見てこう合わせるわけじゃなくて、おそらくまあその場の光の状況でこの状況だったらこの絞りとこのシャッタースピード使いたいなっていう意識は出てくるってことですね。だから絞りとシャッタースピードだけですね、うん、深度がどのくらいかとどのくらいの記録時間で撮りたいかっていう、うん、そこだけですね。だからメーター依存ではないっていうことですね、うん、でもう一つかな、もう一つは次はピントですね。ああのレンジファインダーってことで、まあ、真ん中でしか合わせられないんですけど、うんうん、真ん中でないところでフォーカス線をしたい、どうしてますでしょうか。まあ、カメラを動かすってことなのかな、普通に。うん、まあまあピントの話、レンジファインダーで、はい、この前もピントは合わせられないっていう話を散々したんで、はい、なるほど。距離を測ってるだけだから、うん、真ん中で距離、真ん中そこ、なるほど、確かにそうですね。真ん中で距離測ってるだけなんですね。そう、距離測ってるだけだから。確かに。その質問もすごく難しいんだよな。まあ彼が多分質問者が聞きたいのはこうやった時にこうやってずらすかどうか、うんうん、それはずらしますよ、うんうん、距離測って、うん、でフレームの中に入れたければそのまんまずらすけど、うん、ずらし方をこうはずらさないですね、まあ、これコサイン誤差っていうんだけど、うん、これはずれないけどこうやるとずれちゃう。コサイン誤差っていう三角形、うん、まあ、三角形で距離の問題が出てくるんで、うん、でもまあライカ使うんだったら取っといて後で切ればっていうのも、まあまあそれもそうですね、真ん中で合わしといて切っちゃえばっていうのは、うんうん、真ん中でしか合わせられないんじゃなくって、うん、真ん中にその距離計の連動のその二重像があるっていうだけなんで、うんうん、なるほど、うん、真ん中でしか合わせらんない、まあ、確かにそうなんだけど、まあ、一応距離のあれは教えてくれるじゃないけど、それはだからレンジファインダーでは難しいですね。カチカチにやろうとするとってことですよね、うん、確かにそもそもピントじゃないって面白いですね。距離計だから確かにそうレンズ通してないですもんね、うん、確かにその通りですよね、うん、確かに確かにですね、ごめんなさい、そんな言い方でしかないです、うん、まあ、今の話で言うとこれはするけどそれはしない、そうですね、うん、ですね。ただそこはあれです、アポズミクロン、うん、アポズミクロンはねこれも意外といけますねえ、どういうこと？どういうこと？そこに一回その距離を合わせるじゃないですか、うん、はい、距離を合わせてフレームの一番端っこまでこうやって持ってても、うん、こっからの距離は変わってないんですよ。画角はこうだけど、だから収差がないから、なるほど、ほー、それはアポズミクロンはすごいです。へえ、僕はダメ、ダメです、全然ダメです、話にならないです。あ、そうなんだ、そんな違うんすね。アポズミ全然違う。ほら、そういうとアポズミがまた失うすんだ、うん、ただそういう使い方をしなければいいし、うん、はい、あと要するに平面に対してどうやってその距離を見てるかっていうことなんで、うん、アポズミはそこすごいですよ。あ、アポズミの50は、ね、うん、今アポズミ持ってらっしゃる方なんかこう言いませんよね、だから今アポズミ持ってる人はここに距離を合わせて1枚取って、うん、そのまんまこうやって動かすんです、うん、こうやって、はいはい、だこの距離は変わってないんで、はい、それで1枚取ると画面の中には1枚目は真ん中、うん、2枚目は左下の端っこ、うん、だけどこの左下の端っこをこうやって拡大すると真ん中と同じだけピントが合ってます、うん、はー怖っ、開放で、開放で合ってます、それはすごいです。そうですか、だからアポズミ、まあ、別にそこをやらなければそんなにないなっていうぐらいの話で、うん、でもすごいですよ。まあ、だいたいライアポズミ欲しい人はすごいなっていうのを知りたくて買うわけだから、うんうん、それは、うん、ね、いい話ですね、それは。だピント面に関してはアポズミ使うとピュアロを使う必要ないですね、うん、でも最近は絶対やった方がいいですけど、うんうん、はい、次よろしいでしょうか、ごめんなさい、はい、そんな、ありがとうございます、面白いです、はい、と次が、はい、とりあえず読みますね、はい、宮本さんから、はい、宮本さん、ありがとうございます、紙にプリントする前提での質問です、うん、66のアスペクト比に、うん、
フルフレームをクロップして、うん、今までのネガティブからプリントしたヌメット感は厳しいでしょうか。やはりハッセルなどのセンサーサイズが必要でしょうか。はい、ああそういう話か。フィルムの話。これはではデジタルってことか。ネガティブからプリントしたヌメット感が、うんねうんうん、あの目標にあって、あ66のアスペクト比にフルフレームをクロップ。はいはいはい。66にフルフレーム2対3、はいうん、それで厳しいでしょうか。やはりハッセルなどのセンサーサイズが必要でしょうか。彼が、まあ、この人が彼に言いたいのがその35フルフレームのやつを66にカットして、そういったフィルムっぽい感じが出るか、それよりもやっぱワンサイズ大きい方がいいのかっていうんですね。あ、それはね全く別物です、うん、それはあのフォーマットが要するに 6×6 の方とはもう全然話が違ってくるんで、フィルムライクにしたければ一つ言いたいのはフィルム使った方がいいです、うん、間違いない、もうこれ本当に間違いないので、皆さん使いましょう。フィルムっぽい、ましょうあのどうやったらフィルムっぽく出ますかっていう質問に対してはフィルム使えよっていう答えしかないんですよ、うんうん、あとやっぱり、レンズとフィルム面のその距離が全然違うんで、うん、だからボケ方も全然違うから、そうなんですよね、そうセンサーサイズがね全然違うから、センサーサイズももちろん違うけど映り方も全然違うんで、そうね、結局そのフィルム時代の中盤のサイズってなかなかね、うん、あのねロックハッセルとかローラの66のあの感じは、うん、どうやっても出ないんで、うん、だあれをやっぱり6センチ×6センチで、うん、それも画素数が1200万画素とか、うん、そのぐらいで、うん、あのマイクロレンズが割と大きめのやつでやると結構近いのはできるけど、できると想像できるけど、うん、実際にはそれはないので、作ってくんないよ、うん、だからそうですね、うん、それは別物ですね、本当別物として考えた方がいい。デジタルはだからデジタルの良さがあるので、そうですよね、フィルムはフィルムの良さがあるから、まあ、わざわざねこうやってペンのハーフを使いたがるのも、だから、状況としては 35mm の普通のネガフィルムでもいいから、うん、ネガの 35mm を正方形にトリミングして、このちっちゃいやつと 6cm×6cm の大きいやつが一緒になるかっていうと、それはならないです、うん、それは絶対無理です、うん、すいませんごめんなさいなりません、ね、なのであの66がね、そうフォーマット66のフォーマットが欲しければ66を使った方がいいですね。そうですね、それが一番いい。あのフォーマットだけじゃなくて、それのシステムとしてレンズもやっぱりあの66のに合ったレンズでやんないとって思いますね。はい、はい、次の質問です、はい、これちょっと違う角度でちょっとこれもあのお二人に質問だと思うんですけど、はい、森山さんと森山大道ですね、はいはい、でこれ荒木ですね、荒木さんの写真で、ドキュメント性が強いのはどちらの方だとお考えでしょうか。これでもドキュメントどう、ドキュメント性っていう話になると、うん、違ったベクトルで両方とも、うん、違うけど両方ですよね、ドキュメントって言えばドキュメントかなっていう、うん、性、このドキュメント性の性は何だろう ね、うん、ね、何か伝えるっていう意味合いがあるのか、うん、記録するっていう意味合いがあるのか、なんか平的な意味で言ってんのか、うん、そうですよね、ドキュメンタリー映像的なドキュメンタリーなのか、うんうん、これはちょっとドキュメントって言葉難しいかもしれないですね、うん、はい、すいません、はい、何さんだったんだろう今の、これ森本さんです、森本さん、はい、まあでも本当それぞれね別のベクトルでどっちもすごい関係ある、うん、難しいのはその言葉の、うん、語義がどっちの方に触れてるかで全然変わってくるし、どういう定義でのドキュメントか、でその森山さんはドキュメントを捨てたわけだよね、一回全部一回捨てて写真を全部剥ぎ取って素のものを探した時期があったし、で荒木さんは荒木さんでこれ試写真っていうことで今まで誰も見向きもしなかったその日本的な私小説の文脈の試写真というものをドキュメントとして扱ったんで、そう新しい創造なんですよね。だからそれまでの森あの
土門拳とか木村拳の考えたドキュメントとは違いますね。全く違うドキュメントを想像した人なんで、どっちが強いかって言われても、両方あるってしかいないんですね、こればっかりは。で、僕は両方とも好きです。僕も両方大好きです、はい、すいません、そんな答えです。素晴らしいです、はいはい、次いきます、はい、質問じゃないんですけど、萩庭さんと話している渡辺さんの表情楽しそうでいいですか？そりゃ楽しいですよ。サムネに書いたでしょ、僕は萩庭啓太になりたかったってやった。これなんか僕のあれが書いてますけど、写真学生さんは質問がないのでしょうか、聞いてみたいです。今回ないです。すいません、次回お願いします。詐欺沢さんから、はい、はい、萩庭さんが M10R につけておられるグリップは、うん、カメラクラフト製のものでしょうか？うん、カメラクラフトですこれ、よくわかるね、そういうことかね、みんな、はい、これですね。これないんですよ、またこれいいなと思って見てたんだけど、これのね、これブラックペイントなんですけど、ちょっと自慢しちゃうんですけど、うん、ブラックペイントって、ね、作りかけてね、頓挫しちゃったんですよ。なんだけど、これを作ってるフランス人のね、なんだっけ、デイビッドじゃなくてなんとか君っていうのと直接連絡を取り合って、うん、で彼がインスタにこれを上げてるのを見て、あのブラックペイントじゃない普通のやつを、うん、そしたらブラックペイント欲しいって言うから、欲しいって言ったら、じゃあ作ってインスタに上げてくれたらそのままあなたにあげるからって言ってきたのがこれです。すごい。でプロトタイプでね、 2,3 個しか作ってないと思うんですよね。いいですよ、すごく。代理店やりましょうよ、代理店。と続きがありまして、はいはいはい、それと、うん、アポ済み 50mmLHSA につけておられるフォーカスハンドルがとても気になったんですが、あれは販売されているものなんでしょう？あれ販売されてなくって、ただ、僕の知り合い、クラブハウスで知り合った、シュン君っていう子が、あの自前で作ってくれてるんで、それで今あの作ってる途中だから、これから発売の予定はあります。レバーかなこれ、レバーです、うん、あのデビッド・ダグラス・ダンカンの、はいはい、あの棒、はい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 、はい、で穴開けるわけにいかないんで、うん、こう側を真鍮で作って、そこにこう棒がくっついてる。ダンカンは開けたの？あれは開けてます。あ、さすがダンカン。はいです、はい、ありがとうございます、はい、これもまた質問じゃないですけど、ちょっと面白いので読みますね、うんうん、中国表現、中国語表現についてですが、さっきの写真のくだりです、うんうん、現在に限って言うと写真は小編、ザオピエンっていうんです、ザオピエン、はい、意味は通じますが、うん、最近では AV 写真のニュアンスが強くなるようで、うん、注意が必要です、うん、っていうと普通に写真っていうと何て言うんだろうなんて言うんでしょうね、中国語の詳しい人、中国では写真は何て言うんでしょうね、うん、もう写真になってきたのかもしれないね。すごい、さすが強いな、はい、安藤さんから、はい、モノクロの時フィルターはつけて撮影されるのでしょうか、うん、まあ、黄色いフィルターとか、モノクロの時、モノクロの撮影の時に、これね、僕の世代で変わるの。1980年に入学でしょ、うん、70年までやってる人は黄色とオレンジと赤のフィルターを使い分けてた、ところが80年になるとトライTMAX とかが85年ぐらいかな、うん、出ると、うん、あの感光性が変わるんですね。変わるんですよ。パンクロマチックが変わるんで、そうです。パンクロマチックになった時に必要性がなくなったんで、使わないですね。よっぽど風景とかで画家とかやらない限りはやらないですね。僕ら以降の世代は使わない世代です。僕ら以前の世代はモノクロにはフィルターだろうっていう世代なんですよ。だからここで僕のところで分かれます。そうです、はい、僕は使わない派ですか、ね、使わないでしょ。だから僕この人はモノクロで撮ってもフィルターワーク使わないですね、うん、あとでもあのグリーンのフィルター今、あの M モノクロームとか、ね、グリーンのフィルターつけるとまた雰囲気が変わって、グリーンか、うん、グリーンフィルター使うとね、唇がツヤツヤするんだよね、肌色がね、ちょっと変わってくる、変わってくるんですか。これモノクロの時で本当に微妙なことなんですけどね、うん、でもあの後処理でやるよりも、そうですね、撮影の時に撮影のでやった方が、うんうんうん、あの元のネガのところでやりやすくなるかもしれないですね、うん、それはなんかやってましたね、うん、僕はあの使ってない派でした、はい、よっぽどの時だけです、ね、そう、僕もグリーンフィルターとか言われて使ってみておーっと思ったけど、
負担使うことなんか、うん、一眼レフで使ってたから色がつくんで気持ち悪くて使ってなかったですね、うん、すごいコメントがどんどん来てる、はい、あ大丈夫かな上田さんからですね、これはさっき、答えしたカメラのグリップどちらのものでしょうか、うんうんうん、クラフト、はい、クラフト、はい、カメラクラフト製、はい、そうです、はい、佐藤さんヴィンセントだ、ヴィンセント君からだ、そう思い出した、ヴィンセント、はい、はい、佐藤さんからです、もし M マウントレンズを1本だけ手元に残して手放さなければならない場合に何を手元に残しますか、を無人島に持っていくみたいな話M マウントを1本M マウント1本1本手元に残して、本当はエルマーの50かな、エルマー、エルマーなんでエルマー、エルマーちゃんね、エルマーちゃんね、そう、でも何回も買って何回も売ってんですけどね僕エルマの 50? 50あの新しいやつです、新しいやつ、はいはいはい、古いやつじゃなくて、古いやつじゃなくて、今のエルマってやっぱあんな単純な構成なんですか、単純な構成、あだけどあの振動できないんですよ、当たっちゃうから、で今のやつも振動するの、今のやつも振動しますよ、でも振動するけど当たっちゃうの、当たっちゃう、あダメじゃないですか、フィルム使えってこと、そうだ、当たらないようにそれもそのさっき言ってた彼が枠を作ってくれるっつってんですけど、こう最後まで押し込めないように押し込めないようにね、あのこっちの根元の方でぶつかるように、なるほどね、でそれで、ね、押し込めないから売っちゃったりしてたわけ、そうです、あの僕もエルマの3あの50持ってるんだけど下げたくなるのね、なんか誘惑にかられるんだよね、下げるような形してますからね、そうで絶対ダメだろうっていうその感じがするんで、そうですね、だからエルマーの50の 2.8、意外、はい、はい、質問じゃないんですけど、うん、柴田さんから、はい、スマホで簡単に画像が撮影できるこの時代に、うん、手間をかけてその瞬間を切り取る、うん、カメラ本来の姿を再確認してます、うんうん、そうですね、本当に良かったです、うん、もう結果がだけの話をしたら、うん 最新の iPhone でいいと思うんですけどね、うんうん、はい、再び斉藤さんから、はい、昨今ミラーレス用レンズではフォーカスリングとレンズのオートフォーカスユニットが直接連動していないため、うんうん、内蔵モーターや CPU の寿命と同時にレンズごと買い替えとなります、うん、つまり使い捨てです、うん、ライカ M レンズは高額ですが、うん、半永久的に使えるという点では決して高くないですね、うん、ドイツ人の工賃高いけどそうですね、いやでも本当にそうですね、ずっと使えるんだもんな、すごいよ これね、資産としてこんな、うん、こんな確率なんないですよね、これ1960年ぐらい、そうですね、価値が下がってないと思う、うん、そんなにね、うん、すごい、米山さんから、はい、来週の M 型教習所に参加させていただきます、うん、嬉しいです、ありがとうございます。 M 型で愛犬のエルマーを撮られますか、撮ってます、撮ってます、撮る時の設定やポイントはありますか、私は M10R で小さい我が子を撮るのに苦労しています、うん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 、ご教示いただけると幸いです。なるほど、なんで大変なんだろう、ピント、ピントじゃない、あ、うん、小さい我が子っていうと、うん、うん、それはピント出来上がった写真がピントが合ってなくても構わないんでどんどん撮ってください、うん、ピント合ってないのもね、よかったりしますか、ね、ピントはね一番写真の中でいらない要素だと、うん、いらないっていうか、うん、合っててラッキーぐらいでいいと思う、うん、いいですね、ただ今ねやっぱりオートフォーカス前線になってるんで、うん、ピントが合ってるのが当たり前になっちゃってるから合ってないものに対してとやかく言う人はすごく多いんだけど、もうミラーレス始めたってゾッとしたんですよ、うん、これピント外せないじゃんみたいな、うんうん、勝手に合っちゃうし、そのマニュアルでもズームで合っちゃうんですから、そう、ね、そうそうそう、あれ結構怖い感覚でした、うん、最初使った時だから、そんなピントなんかはどうでもよくって、うん、どん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 撮っていけば、うん、その、あの、可愛いなって言った時に撮ったら、うん、そのピントが甘かったりブレてたり、うん、構図が悪かったりその露出がね多少ずれてたりしてても可愛いっていうのは絶対残るから、うん、だからそこを
ピントが合わないから撮らないとか、ピントが合ってないからこれはいらないとかって言わないで、いい話ですね、あの、うん、時間を写し止めるのがやっぱりそのカメラ写真の醍醐味だと思うので、これあれですよ、 iPhone ですよ、でもピント合ってないの、ブレてるし、でも絵も可愛い、そう、いいですね、ありがとうございます、はい、横瀬さんから、お二人は表現方法などのアップデートはどのように努力していますか。私は今インプットとして写真集を見たり写真展を見に行ったりしていますが、アウトプットへつなげてその結果や効果を評価することに苦労しています。よければ教えてください。あ、なるほどね、どうですか。それすごいタイムラグがあるんで、そうなんですね、見たから即それがっていうことにはなんないけど、蓄積でしかないですよね。あのよく言うけど、ここにいっぱい脳内に画像ストックを作っておいて、それを目の前のものにアタッチするんですって、人間って。だからその画像ストックが少ないと当然ながらワンパターンになる。で、まあ、人の写真はあの見ないって言い切っちゃうと、それでも目に飛び込んでくる画像っていうのがあって、それが蓄積されて、それは大体大したことない画像なんで、出てくるものは大したことないっていうことになって、たくさん見るその目的何かって言ったら、何かと何かが結びついて化学変化を起こす時があって、それがそれを求めるためにはいっぱい母数が必要だって話はありますね。そうですね、僕はインプットアウトプット、まあまあもちろん写真展とか、どっちかっていう と、映画とか音楽とか、そっちの方から入ってくるのが大きいかな。これすっごいことを聞いたのが、上田芳彦さんの916の最後 の、 その、まあ、の展示の時ので、音楽家を呼んだ時のチェリストだったかな、その時に鼓の人が飛び入り参加して、でも鼓持ってないじゃないですか、で手でパッてやるんだけど、ものすごい音になる。で実際そこに現場にいたのに聞いたら、で結局手鼓っていうのをこう打つわけだけど、すごいんだって、ものなんだろうな、そのコラボレーションとしても素晴らしかったし、で聞いたら農業をやってたのしばらくで、鼓の名手だったけど、それだともう上がないから一旦やめて、何年間か農業やって手を土につけ続けた結果、パンっていう音が出るようになった。すごいですね。そうだから、全然関係ない経験もそうですね、いろんなところで帰ってくるんで、そうですね、なんか身体行為は必要な気はしますね。あとそうですね、僕その写真とか見て真似っこはしますね、一回も。それで真似っこすると、ああなるほどこういう感じでこの人撮ってたのかなって想像してっていうのはあるかもしれない。いやもう本当に、まあ、真似るっていうことは難しいんで、それができるようになったっていうことはね、その撮ってる人にちょっと近づけたことにもなるしね。だって絵の人みんな模写するよね。そうですね、すいませんね、ルーブルのとこ行くとみんなインゼル立ててやってるよね。あれはフランスだなと思いましたね。そんな答えでいいでしょうか、はい、ありがとうございます。またちょっと溜まってるんで、はい、すごいな。佐藤さんから、はいはい、フルフレームサイズにおいて必要と思われる画素数はどれくらいだとお考えでしょうか。ね、35mm のフルフレームですね、フルサイズ2400万画素ですね、はい、もう十分ですね、2400で。渡辺さんはどうでしょうか。そうね、今使ってるのがいくつ、ハッセル5000万画素で、セブンフォーが3500万画素ぐらいか。確か1200万画素に足りなかった気持ちで、 5D が 5D2 になった時に驚愕した。2000万画素になった時に全然違うんだなっていう。でも2000万画素がその上になった時は
何にも感動はなかったですね。ですね、だからやっぱり2000万画素ぐらいっていうのが、うん、まあ、やっぱり世界を変えてくれたっていう感じはするね。あと実際、印刷物で、うん、ファッション誌のこの見開き、うん、この大きさでほぼ世の中のものは隠れるから、うん、でこの大きさを印刷するのには2100万画素あれば足りるんで、全然ですよね、うん、最低1600万、大判で1600万って言われてたんで2400万あれば十分ですね。十分ですね。であとはだから人間の目の幅がもうこんなだから、うん、それ以上はいらないんだろうなって思う、うんうん、ポスターは結構線数も荒いし、そう、だから遠くになればなるほど画素数いらなくなるんで、うんうん、今度ポスター見てもらうと分かるけど、すごい近づくとザラザラですよね。そうですね。でそれが2メートル離れた時にシャキッと見えるように印刷するんで、うん、そんなに画素数使ってないんですよね。てか画素数があると逆に見えなくなっちゃう、うん、なるほど、うん、細かい印刷をして大伸ばしするとね、うん、かえって逆効果になる場合もある。あのね、マサチューセッツ工科大学のサイトに行くと、うん、ね、なんとかイメージ、ね、アインシュタインとマリリン・モンローが1枚の写真になってるのがあるんで、それ見ると分かります。ほう、なんだっけ、ハイブリッドイメージか。あ、近づくとアインシュタインアインシュタインで、離れるとマリリン・モンローです。ああ、はいはい、だそれは要するにボケてないと遠くから見えないんで、っていう話だから、だから素数的に言うとそれの一番近くてはっきり見えるのは2400万画素あれば十分なはず。それは分かりました。はい、はい、次がですね、みやびさん、はい、写真を撮るのは撮りたいから撮るのですか、うん、無意識に撮るのですか。撮りたいから撮る。無意識はないだろうな。撮りたいから撮るだろう。だって無意識。だってここにじゃカメラ使い、カメラ触んなきゃいけないからね。無意識に触ってたらちょっと怖いかもしれない。でも撮りたいから撮るし、うん、撮り始めたら無意識で撮ってるかもしれない。確かにそのなんかこうね、はいはい、フィルターがない感じは、うん、うん、なんかそのアクションへの、あんのかな、はい、だからどちらかっていうよりもあれですかね、うん、基本的にはじゃあ撮りたいからということで、うん、そうですね、まあ最初のアクションを撮りたいからでしょうね、うん、次上田さんからですね、これさっき言った話かな、はい、前回おっしゃっていた磯は王と感知しません、うん、感知のようなことをおっしゃっていましたのは、うんうんうん、フィアローで磯ノイズが取れるからということだったんでしょうか。うん、それはあります。まあね、ノイズももちろんそれあれデモザイキングなんですよ。デモザイキングをデモザイク処理っていうのを、うん、ネットで調べて、うんうんうん、それで、まあ、いい加減なのを書いてあるやつもたくさんあるんですけど、うんうんうん、割としっかりしたサイトに行くと詳しく説明されてるんで。なるほど。そのデモザイク処理をすることによってノイズも、軌道ノイズはちょっと軌道ノイズがセンサーの上に乗っかっちゃってるやつは別として、カラーノイズみたいなものに関してはデモザイクでほぼ取れてるはずなんで。でっていうのは D でモザイクを、うん、まあ消すってことですね。そうですね。戻すデモザイク、うん、はい、次川名さんからですね、はい、川名さん、はい、ライカを使っています、うん、ロウをそのまま現像すると、うん、ライカの JPEG と変わらないでしょうか、JPEG そのまま記録しておいた方がいいのでしょうか。ライカの色合いとロウとの違いが分からず悩んでいます。うん、なるほど、うん、さっきちょっとねこういう話出ましたけど、うんうん、JPEG はライカのカメラ内の話だよね、それね、うん、そうですね、うん、はい、ライカのカメラ内現像をするときに、はいはい、ライカ社がこんな感じでどうですかっていう、うん、マイストロだよね、レシピというか、うん、なんつったっけプロファイル、を当ててくるんで、それでできてきてんのがその画像、うん、でそれを JPEG で保存してるのが JPEG、うん、だからローは、自分で最初からできるんで、だからその自分で最初からできるローとこの JPEG を比べるのが、ナンセンスだから、うん、だからローを自分で現像するんだったら、でもね
ライカは現像ソフト出してないんですよ。ライトルームが現像ソフトになってるから、なるほど。だからライトルームの中にじゃあライカの、デフォルトになるような、プリセットがあるかというとないのね、うんうん、だからアドビーカラーとかアドビー標準とかアドビーニュートラルとかっていうのがあるんで、そこでまず現像してみて、でその中でちょっとどっかをいじると、もしかしたらそのライカの JPEG、 カメラ内現像やってる JPEG に近いのができるかもしれない。でも多分できないと思うよ。多分できないと思う。あのマエストロ随分と変えてるっていうから、うん、あのね JPEG に変換する時の、まあ、故障をライカではマエストロって呼んでて、エンジンがそうですね、エンジンがね、そのデータを画像にする時の、まあ、ブラックボックスがカメラの中にあって、それを、まあ、マエストロと呼んでて、まあ、JPEG の画像として吐き出すわけだけど、これはローデータをどんなにいじってもマエストロには多分ならないんだよね、うん、多分マエストロがなんかレシピを、ね、公開してくれれば、うん、しないだろうな。あのキャノンとかニコンとか、うん、キャノンも特にそうだと思うけど、うん、DPP、 DPP、 あれはキャノンのそのまんまのやつだから、あれだと多分ローで撮ったやつをカメラ内 JPEG にしてんのと同じようなのがコンピューターの中でもう出ると思う。富士が面白いのが、それを外に出さないで、あのローデータを現像するときに JPEG のように出ないっていうクレームがあったんで、一遍ここ通せっていうのをやってましたね。繋いじゃん。今もうやってないかと思う。すごい。一回こっち繋いでこっち戻さない。もうそのレシピ出さないから。ああ、なるほどね。もう本当に秘密っていうのぐらい、あの各社そうですね、いろんなことをやってるので、ローデータが単純にこう展開したから JPEG になるっていうわけではないですね。うん、だここで大事な、まあアニアさんだからローデータなんでいじるかっていうと、自分の作りたい色っていうのははっきりしてるから、うん、 そうですね、うん、そこに直線的に行くには JPEG をかませるよりもローデータの方が早いよねって思ってるからですよね、うんうんうん、やっぱりね引っ張られてっちゃう。で特に今ミラーレスとかで撮ってると、覗いた段階でもうその JPEG の色を見てたりするから、はい、まあ、JPEG の色っていうちょっと語弊があるけど、うん、その変換された色を見てるから、うんうん、だから本当の色は見ないまんま帰ってきちゃうことになるんで、うん、そうすると現像っていうかコンピューターに入れてローから始めたにしても、やっぱり見た、ここで見た、覗いて見てる、そのモニターを見てるとこから始めるから、はいはいはい、多分難しいんだと、うんうん、だそうなるとそのメーカーによってローからやってるんだけど、何色が出やすいとか何色の発色はどうだとかって話にはなるのかなと思うけど、うん、でもそれは本来のローとはちょっと違う考え方だから、そうですね、そうだからあのローは全部一緒って言ったのもかなりあのコメントが返すんですけどあれね、僕の周りのプロのカメラマンは、うん、そんな当たり前の話何言ってんのっていう、ローはただの、まあ、信号の記録だっ、ね、そうですね、画像になってない、画像になってる前の話がローなん で、 うん、でそこで画像にするときにどんなローデータであってもここで一回変換をしなきゃいけないんで、変換をするときに当然ながらメーカーごとにいろんなその出し入れをしてくるんで、そうですね、うん、ただそれで出てきたローは、あ、要するに、そうあの時に話して一緒っていうのが、うんうん、例えばニコンのローとキャノンのローとライカのローは全部一緒っていう意味ではない、うん、それぞれあのCR とかなんとかってその拡張子が違うぐらい違うエンジンを通ってるんで、だからそのもの自体のローは違ってて当たり前、うん、その拡張子が違うぐらいなんだから、エンジンが違うから、だけれどもローから始めるってことだから、どのものでも一緒ですよっていう、だからもっと言うとそこのところをすごいこだわって、あそこのカメラはこの色だ、ここのカメラはこんなになる、ここのメーカーはこうだからっていうんで狭めないで、うんうん、そんなのどうなんだから、自分で全部できるんだから、うん、関係なしにみんな好きにいっぱい撮ってくださいっていう意味で言ってるからね、あのムービーの人はね、そのやっぱりそこら辺は
いろんなカメラを使うから、そうですね、あの、まあ、ログってよく言うけども、うん、本当にコントラストもサイドも狭めて撮っておいて、自分でギュ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 伸ばして色を作っていくのは当たり前だけど、割と写真の場合はそのメーカーごとの色に割と依存することは多いですよね、うん、あとねやっぱり1台のカメラでやる人が多いからそうなる、うん、僕ね M9 を一時期7台持ってたんですよ、でまあ、すぐ2台は知り合いのカメラマンに売って5台一度に使ってたんですよ、はい、M9 をね、はい、なんで、いやだからフィルム時代と同じような考え方だったんですよ、いやいや、うん、だからそのレンズ2本ずつ、うん、35mm が2本、はいはいはい、50mm が2本、はいはい、で、28とか90とかをくっつけて、うん、で全体で5本、はい、で撮ってんですよ。それで写真集だったり、うん、そのグラビアのページだったり、うん、ファッションのページだったりっていうので、うん、要するに連番でこう撮るわけ、連番っていうか組写真で撮るんですよ、はいはい、そうすると同じライカの M9 で同じライカの35のズニルクスで撮ってるのに現像をすると違うんですよ、うんうんうん、色全然違うの、個体差、個体差やばそんなもんなんですよ、すごい、でこれが結局そのローが一緒とかなんとかっていうので、はいはい、あの重箱の隅をつつくような話なんだけれども、はいはい、重箱の隅を穴開ける話を今からしたいんですけどね、はいはいはい、これ全部違うんですよ、で全部違う上にその CCD、うん、M9 は、うん、CCD 右と左で色違うんですよ、あこれあったねでこれ2枚貼ってるから違うんですよ、はい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 、だからね同じメーカーで同じ時代の同じロットのはずなのに違うんですよ、でこれをね違うっていう話をしてたら、そうしたらあの前山さんが、うん、そりゃそうだよ違うに決まってんじゃんと、ね、だからカメラ の, そ, のそれぞれのキャリブレーション取んなきゃダメだよっていうんで、それでカラーチェッカーパスポート、はいはいはい、あのカラーチェッカーパスポートでやんないとダメだよっていう、いちいちあれ映し込んでんの、あれをカメラごとにやるんです、はいはいはい、はい、でカメラごとにこの M9 の1番なら1番のセンサーのキャリブレーションを取るんです、このカメラの、で2番なら2番も同じようにキャリブレーションを取るんです、うん、でそのキャリブレーションを取ったやつを現像でやって、要はパッチを当てる、パッチっていうかそれでやると全部色が合ってくるんです、うん、だからメーカーごとにないそのローの色がどうとかっていうよりも、うんうん、同じメーカーでも違うんですよ、うんうん、だけど合うから一緒でしょって話なんですけど、なるほどね、まあ、そのキャリブレーションを取りさえすればそのバラバラだった M9 の色がピタッと合ってくるんだ、だそれは他の Q とか、うん、そういうのが来てもそれを一緒にやると、うん、全部一緒になるんです、でそのホワイトバランスを取るだけだと、うん、そのグレーに対しての偏りがあるから、ね、こうあって、はいはいはい、でもこう揺れてるんですよ、はいはい、でもカラーチェックパス、あ今日持ってきたね、よくあのスポイトでグレーを取るとか言うけど、そんなもんじゃないぞっていう、そうそうそう、このカラーチェックパスポートってこれで、はいはい、これ、ね、これのこっち側で取るんですけど、はいはい、これの全部をそのバッチっていうか調整するから、こう一点でこうやってグレーでこうやって押さえてたのが、うん、全部の点で抑えるからもう動かなくなる、はい、そう、あのホワイトバランスグレーはある程度は合うけどかなりポイントでずれるから、同じその映し込みでも端と真ん中では全く色が違うん、ね、まあ、もちろんそれもそうなんですけど、うん、その全体の色のキャリブレーションが取れてないから、はいはい、で1台ずつのカメラに1番のキャリブレーションのプロファイル、2番に、はいはい、2番のプロファイル、でそれを現像ごとに当てていくって感じですよね、そうそうそう、だから1番のボディが来た時には1番のこれ、はいはい、2番のボディが来たらこれってやっていくと全部同じお気持ちよさそうです、ね、気持ちいいです、そうすると他のメーカーのやつもそれを合わせると、だキャノンとライカとか、ね、はいはい、ニコンとソニーとかっていうのも全部同じ、それは何、あの数字で合わせてくるの、いや、プロファイルが作られるんです、このカラーチェッカーパスポート、なるほど、そのカラチェカパスポートの、まあ、ソフトウェアで作ってくるんですね、そのプロファイルがライトルームの下に入るんで、はい、それをプリセットでこう左側のここに入れていくと、はいはい、今のやつはさっきのカラーチェッカーのこの何でしょうね、あれを映し込む、そうです、そうするとソフトウェアがあってそこに入れると
自動的にプロファイルを作ってくれる、うん、それを現像時に、まあプロファイルとして当てていくって、ね、そうですね。でだから1番2番3番4番って誰かがあったら、うん、それをあのプロファイルごとに4つ並べていってこの、1番で取ったものはこっち、2番のやつは2番のプロファイルって当てていくと、うん、ビタッといくよって。そうですそうです。でそうするとキヤノンだろうがニコンだろうがそれで合わせればピタッといく。だからローは同じじゃないかっていう話、うん、話あここまでいくと多分もう大体なるほどって今うなずいてる声が聞こえそうな気がする。それであの感度も、はい、このカラーチェック パスポートは感度もいくつかやっていくと、はいはい、その感度に合わせて全部作ってくれるんです。そうするとエグジフの感度を読んで、うん、そのプロファイルの中の、うん、プロファイルっていうかこのプリセットの中のこれだっていうんで色合わせ、うん、すごいですすごいね。でもプロで何台か複数のカメラで撮ってて、それで組写真っていうか、はい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 、数多くのページとか写真を合わせる人たちはみんなやってるんで。なるほど、知らんかった。さすが前山さんだ。前山さんですね。さすがライカ使い、でまあライカもニコンも いろんなの、うん、あれなんで。そうかそうか、うん、でもバッチリですよそれ。だから多分その周りのプロのカメラマンたちはローの話を、うん、でどんどん当たり前のし何今更言ってんのっていう反応だったんだなって。前にプロファイルを手で作ってた。あの映し込んでそれを全部数字入れ込んでそれでプロファイル作るってのやってた。そういえばもうそれはもう本当に古い古い。あれ今何に対しての質問に俺はこんなことを喋ってたんでしたっけ。JPEG のとローの違いからみたいな。ああそうですね、はい、まあ多分答えになってると思います。ありがとうございます、はい。次が黒川さんからです、はい。ピュアローを使ってみて、はい、収差が取れてなかなか使えると思ったのですが、はい、古いレンズで6ビットコードがついて6ビットコードがついていないものには反映されません、うんうん、反映されない。詐欺庭さんのライカには古いズミクロンがついているように見えますが、うんうんうん、その辺はどうされているんですか、うん。反映されないんでカメラ側で、レンズの設定を入れちゃうんです。あなるほど。だけど電源切ってもう一回やると6ビットを読みに行くんで、うん、キャンセルされちゃうんですよ。キャンセルされるけど一回読み込んでるんで、ズミルックスの50を当て込んでます、うん、それでピュアローで、ライカのレンズ M マウントのレンズは4本とか5本ぐらいしかサポートしてないんですよ、うん。あその中で一番合いそうなやつを一応入れてる。だから完璧なものにはなってないけど、うん、まあまあ、 あの試した感じではもう十分これでっていうところでやってます、うん。おなるほど、これ貴重な、うん、はい。じゃあそろそろもう2時間近くなるので、でもどのくらいあるんですか。まあ、結構あります。じゃあ一回ここでコメントは終了させていただきます。あの 今まで、のコメントは全てじゃあお答えしますけども、すいませんここでコメントは一旦切らさせてください、はい、ありがとうございます、はい。じゃあコメントをお願いします、はいはい。斉藤さんからですね、特に単焦点レンズですが被写体の大きさや距離によって思わぬところにレンズのスイートスポットが現れることがあるように感じます、うん。そのレンズの得意とする光と距離感なのでしょうか。被写体と撮影者の距離を最も大切に考えるとき、うん、フレーミングや構図の無意味さを痛感します、うん。状況にとらわれずに素直にシャッターが切れる感覚も大切なんだなと感じています、うんうん。そうですね、はい、うん、レンズのスイートスポット、うん。まあ、その得意な距離ってあるかもしれない。あとね、あの改造する範囲が決まってんですよ。うん、改造する範囲っていうと、復刻版の、うん、ノクチルックス 1.2、はいはい、あれを僕ちょっと仕事っていうか、うん、レポートしなきゃいけなくて使ったんですけど、フレームが壊ると、うん、このぐらいしか改造しないんですよ。でそれはいいことなの、はいはい、それが味になるから、うん。だからこう増面なのかな、増面ですね、うんうん。だからピントがこう合うんじゃなくて膨らんで合うから、こうなってるんです。もしかしたらとんでもないところにピントが合ってる可能性もしかしたらあるかもしれないですね、うん。空気中のどっかに合ってるわけなんで、うんうん、でそれが平面ではなくてこう
局面で合ってる可能性ありますね。でだからその周差が、うん、絞っても変わんないんです、まあ、いやいやいや、うん、絞っても周差のまま絞られていくだけだから、はいはいはい、もうこれ昔の超広角レンズって増面使ったので、そうですね、ここに広角で絞ってんのにここしか合ってねえじゃんって、うんうん、でふっと見ると後ろの方にここに合ってるみたいなのあったな、そういえば、はい、あとあれですね、はい、あの被写界深度計もこれ、うん、これフィルム時代の被写界深度計なんで、あ、役に立たない、この被写界深度計よりも一絞りぐらい絞っとかないと合わないですね、うん、そりゃそうでしょうね、うん、なるほど、はい、ごめんなさい、なんか違うこと言っちゃいました、はい、あとは、はい、次森田さんから、うん、いろいろなレンズを使われてきたと思いますが、うん、好きなレンズを教えていただきたいです。ね、アポズミ50はなんだかんだ言って一番好きといえば好きあ、そうなんだ、好きといえば好きだけど、うんうん、つまんないといえばつまんない、なるほど、いい子だったわけですね。渡辺さんもありますか、なんかうーん、好きなレンズ、好きなレンズ、俺ね、あのフィルム自体のハッセルの100ミリはすごい好きだった。これで撮るとちょっと天才って思ってたんで、あでもそうしたら僕ハッセルの150とかですかね。ああそう、150の方なんですね。でもね、今のこのズミクロン好きです、かなり、うんうん、僕あの親友で諸永恒雄っていうやつがいるんですけど、うん、そのライカを買いに行った時に付き合ったの、うん、一番最初ね、うん、その時すごいんだよライカっていうのは、ね、あの昔のレンズがつくんだからと、うんね、そうするとこのレンズでもしかしたらハリウッドの女優を撮ってたレンズかもしれないんだぞと、なるほど、それを今のカメラにくっつけてっていうのはどうすごくないっていうんで、あそれすごいねって、ロマンを語られましたね、すごいな。あと緒方正成っていうもう一つの親友なんですけど、うんはいはいはい、彼もその僕アポズミをもうやめてっていう話を、うん、彼にしたら、うん、いやもうあんたねレンズうんぬんっていうそんなんじゃないんだから何使ってもいいんだからもう好きな、ね、やつ使えないよって言われて、そうかなとか思ってそれで今レンズ沼にはまってます。あ逆にね、好きなものは何だろうってっていうかね、うん、あのまあそれも多分ピアローで、うん、そのなんてあのもっとレンズの素質が分かるようになったと思うんですよ、うん、前は合ってないっていうんでもうダメってなってたのが、実は合ってたんだけどそのデモ細工がうまくいってなくてダメだったんだなっていう、だそれがなくなったんで、なるほどね、分かんなくなったりするとあの野沢雅史とね、またその専門学校時代の友達がいるんですけど、彼なんかにもこう古いレンズ、彼はそのライカを昔から使ってるんで分かんなくなるとちょっと質問したりすると、いやそれすごくいいから使った方がいいよってね、必ずこう後押してくれるみたいなね、はい、で面白いですやっぱり、うん、はい、ごめんなさい、はい、なんか自分の話、はい、加藤さんからです。はい、はい、加藤さん、はい、50mm レンズでも F1.4 あたりになるとレンズファインダーで結構ピントを外します、うん、素直にビゾフレックスを使うべきでしょうか、練習修行が足りないだけでしょうか、うんうん、それはね練習修行が足りないですねでもね、はい、あのもしピントが合わなくってなんか嫌だなっていうんだったらビゾフレックス使った方がいいです、うんうん、要するにねこれ道具なんで、うん、道具に億劫さを感じると写真撮らなくなっちゃうから、うんはい、なるほど、でもっとさっきも言ってたけどピントは合ってたらラッキーぐらいな気持ちで、そんなことよりも過ぎ去っていく今の時間を写真に収めた方がよっぽどいいから、うん、ピントは別にいいよっていう、なるほど、うん、それでね、こうメガネもそうなんだけど、うん、ピント合ってないですよ、うんうん、だけど会いたい時は会うじゃないですか、はいはいはいね、だけどメガネかければピントが合う、うん、ただそれだけの話だから、うん、ピントはそんなに重視しなくていいですよ、うんうん、と思います。はい、ありがとうございます。はい、次がですね、うん、シンジさんから、さっき猫のギザギザのジャニーの話があったんですけど、これ具体的に話してくれてんだけど、ちょっとは何だろうな、
猫の写真を Your Eyes Only って分かります？ああ、俺のサイト。あ、はい、はい、Your Eyes Only で21歳の猫がある。はい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 、うんうん、で、広い猫の写真を、うん、iPad 12.9 インチで拡大し、うん、捨ててみると、うん、白いヒゲが、うん、ギザギザのシャギシャギジャギが、拡大してみるものではなくて、うん、そのままの大きさで体験した方がいいのですか？うん、そうです、そうです。あれね、800ピクセルくらいしかないんです。あ、なるほど。うん、ではなんでかっていう と、 ういう、まあ、ノート型のパソコンだったり、うん、モニターだったりでもちろん今見れるんですけど、あれもうね、10年以上やってるサイトなんで、うん、iPhone とかで撮って、うん、iPhone とかで見るのに適すようにしてるから、いまだに、800ピクセルぐらいしかないやつにしてます。最初の頃はだからそのくらい、1000くらいでないとっていう、上がってこないですよ。あのネットの通信のスピードが足んなくて、そう、昔500ピクセルとかね、そのぐらいで上げてたっていうのありましたね、うんうん、そうですね。なのでそれはそういうことです。なるほど ね、 ね、あの、はい、JPEG の画像でもあるので、はい、はい、ありがとうございます。再び川名さんから、はい、前回動画でピュアローを使うことで写真がもっと上手くなるとおっしゃっていましたが、画素数やレンズ性能にとらわれず自分の撮りたい写真が撮れるようになるという理解でよろしいでしょうか？うん、そうです、全くその通りです。うん、ね、上手くなるっていう言い方をしてたのかな。うん、うん、まあでもね、うまくはなんなくていいです。うまくはなんなくていい、うん、うまくはなんなくていい、うまくなるともったいないです、本当に。っていうか、ね、そんなことよりかは、うん、囚われるものをなくして、はい、どん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 取るっていう方向に進んでもらいたいってことですね。だから、あの古いカメラを引っ張り出して、それでピュアローにもしサポートがされてるものであれば、うん、それで撮っても十分いいし、あと昔撮ったやつをもう一回入れてみると、はい、そう、それで昔のロー捨ててちょっと失敗したなって今思ってた。あ、そうですね、すいません、あのコメントはもうそろそろ時間になるので、まあ、新規コメントは終了とさせていただきます。はい、では次いきます。はい、佐々木さんからです。はい、佐々木さん、ありがとうございます。はい、M マウントレンズで撮影した場合、うん、M 型と SL シリーズでは色合いは結構変わるのでしょうか？色合いは変わるといえば変わるし、変わるはずがないといえば変わるはずがないんだけど、さっきのローの話で言うと当然なんか変わらないんだけど、あの吐き出すそのライカが作っている色が違います。うん、あとは、そのレンズ特有の色の、うん、まあ、あのコーティングの問題にもなってくるんですけど、黄色っぽかったり青っぽかったり赤っぽかったりっていうのはあるかもしれないですね。うん、あの SL にね、まあ、例えばアポ済みの M 型のアポ済みの50つけて M11 につけてっていうことをやってみると、やっぱり吐き出す JPEG の色はやっぱ若干違います。うん、違いますね。あと通信がしてなかったりするんで、うん、あのレンズのデータが入ってこないんで、はいはいはい、それはあると思いますね。うん、うん、だけどそのぐらいいい加減ですよ、あのモニターって。まあ、どのモニターで見るかによっても随分変わってくるしね。はい、じゃあ次いきます。はい、すいません、ちょっと僕がアホすぎてこの漢字が読めない、ごめんなさい。何で結構上の方、すいません、続けます、ごめんなさい。はい、X1D2 と GFX50R と SD クワトロで単純な花火のロー撮影をしました。GFX50R は普通でしたが、 X1D2 と SD クワトロは噴射光の噴射光がオレンジのグラデーションが美しく、火の粉が紫に描写されていました。違う方式のセンサーなのにそっくりでした。 GFX50R と X1D2 は同じセンサーと噂されていますが、ーローはレシピの違いとおっしゃっていました。どうしてでしょうね。あのね、X1D2 で撮ると、うん、炎を撮った時に思ったんだけど、同じね、その、まあ、35ミリのフルサイズで撮っ、同じシーンを同じタイミングで撮ったの、全然色が違って、でそれが、ね、その炎の中の微妙な青とか緑とかの色が X1D2 に映るんだけど、そのフルサイズの
もう一つのカメラはただの黄色だった。うーん、でホワイトバランスの違いかっていうと、ホワイトバランスを変更してもそれは出てこない。うーん、これなんだろうねっていうのがまずあって、うん、でこれも今花火の中で花火がボーンといった時の微妙なその噴射光のグラデーションが、シグマのフォビオンセンサーと X1D2 が出たと。で X1D のハッセルのセンサーと富士のセンサーはソニー製で一緒、うん、なんで違うんだろうねっていう話だと思うんですけど、エンジンが違うからじゃないですか、ね、当然ながらそれはエンジンですね。エンジンですね。あのね、センサーは、うん、まあ例えばソニーならソニー、キャノンならキャノンで、うん、まあセンサーは一応作ってるけど、うん、そこからセンサーは買うけどエンジンは買えないよ、うん、エンジンは独自のメーカー、そのメーカーがエンジンを作ってるんで、だからそのエンジンでそのセンサーを調律しなきゃいけないから、チューニングね、そのチューニングの仕方はそれぞれ違うんで、ローにおいてもそうそういう話、ね、ローにおいてもっていうか、あ、ローでロー変換する時のチューニング、うん、ローを変換する時もそうですし、ローに保存する前にそのセンサーをチューニングしてるはずなのよ、全てのメーカーが。だから、拡張子が変わってくるわけだから、うんうんうん、で例えばキャノンとかだと CR、CR2、CR3 ってエンジンが変わるたびに同じキャノンなのに拡張子が違うの、うんうん、だからそのぐらいその、うんうん、ローに一回保存するときにもそれぞれのことをやってるはずだから、だからそこの差はあるかもしれないです、うん、だから同じセンサーって言われてても、うん、エンジンが違うから、うんうんうん、そこの、書き出し方っていうか保存の仕方には差があるし、その今ローを見ることはできないんで、うんうん、ローからどのプロファイルっていうかあの、プリセットを当てて、うんうん、その JPEG なり何なりを見てるかっていうのがわからないんで、記録としては当然ながら同じように記録してるわけだけど、うん、ここのもまあそのチューニングの問題と書き出しの問題によって、うん、書き出しですね、出る色出ない色が出てくるのかなってのは、ね、うん、あるかもしれないですね。でも出ないはずはないと思いますね、うん、それがハッセルの場合は出たもんだから、うん、あとはシャッターは一緒なんですか。シャッターがね、あ、片っ端レンズシャッター、あー、それですね。あー、フォーカルプレーンとレンズは全然違うんで、あ、違うんだ。レンズはこうですから、あの、ね、フォーカルプレーンはこうだから、なるほどなるほど、全然違います、ね、シグマのやつもレンズシャッター、ああ、なんかあるかも、全然違いますね、あ、そこは気がついて、うん、だから僕 Q2 とのレンズシャッターとフォーカルプレーンで使ってるんですから、うん、あ、全然違いますよ、ブレ方も違いますから、あ、全然違います、うん、確かにね、うん、はい、すいません、多分そうだと思います、はい、はい、関谷さんからですね、はい、関谷さん、銀塩ではなくデジタルでモノクロ写真を撮る積極的な意味はあると思われますか、うん、またライカ、ペンタックスのモノクロ専用機について意見がありましたらお聞きしたいです。私自身はシグマの DP メリルを使っています、はい、使ったことありますモノクロ、あります、あります、ライカの、M9 のモノクロを使いましたけどね、どうでした？いや、いいですよ、うん、あの輝度だけをあの記録するんで、うん、色関係ないから、うん、もう全然、あ、本当にこれモノクロだなっていう、うん、あれ感度を使ってた時に、うん、M モノクロも9のやつで、うん、2500にしたらべらぼうに綺麗になって、うんうんうん、あのノイズない、ノイズじゃないんだよね、もうグレインっていうか、あ、そうですね、粒子になるんで、うわ、そこは語弊があると思うんですけど、 あれも綺麗だなと思いましたね、うん、僕は2500が一番好きだったんですね、うん、だからカラーノイズがないし、うん、輝度しかないので、そうそう、輝度ノイズかっていうとノイズでもないんで、そうか、そう、だからモノクロは積極的に、うん、あの撮るべきものだと思いますね。この間ケース3、ペンタックスの K3 モノクロも使ったんだけど、すごい滑らかで、うん、でもあれもあんまり使えなかったんで、どっかの感度で多分ドハマりするとこがありそうな気がするんだよね。これカラーと届きとは全然違う印象がある、うん、ただ、デジタルフィルムなんで、うん、ピクセル1個ずつで感度変えれますからね。あ、はいはい、うん、
だから全体の考え方でそのモノクロの、はいはい、銀塩のモノクロフィルムのその感覚でいくと、うん、だからシャドウ側は高感度にして、はいはいはい、ハイライト側は低感度側みたいのは処理でできるんで、はいはい、だからもっとこう幅広がると思います、うん、あのゾーンシステムぐらいで幅全然あると思います、うん、なるほど、うん、全然あの積極的にモノクロいいと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい、町田さんからですね、うん、はい、僕自身お仕事で年間600人ほどの成人式の撮影のお仕事させていただいております、うんうん、はい、先輩カメラマンの皆様からするとまだまだ経験も知識も豊富ではありませんが日々工夫させていただいております。ポートレート撮影においてお二人のこだわりや、ここは絶対に大切なこと、それとか経験など、できましたら失敗談など教えていただけますと嬉しいです、うん、まあね、そこはアギリアさんに俺ね、うん、成人式ねすごい失敗を1個やってて、うん、それはね自分の成人式だったらこの話していいのかな、うん、ねその当時あもういいかあ、うん、どうしようまあいいかその当時付き合ってた、うん、でまだカメラマンになるかならないかの時に、ね、の人と、まあ、成人式一緒に行って、うんうん、でもうカメラマンプロでやってるからっていうんで、うん、その人の写真をちゃんと撮ってあげなかったんですよ。あ、うん、それでその彼女から渡されたカメラで、うん、もうプロなのにそのコンパクトのフィルムのカメラね、うん、それであのメガネドラッグの、うん、シャッターの前で前と後ろ1枚ずつ撮って、うん、で渡してっていうね、うそれがねすごくあの悔やんでいて、分かる、ね、でそれからあの仕事で撮る時、うん、まあ、特に女性、ね、うん、の人を撮る時にはもうグラビアでもファッションでも全部関係なしに、うん、全部に関して罪滅ぼしと思って、うん、あの嫁入り道具に持ってってもらえるかどうかっていうのを常に判断して撮ってます、うん、だから例えばグラビアでもちょっと過激なものとか、うん、編集者にこう言われたり、こういうのだったらもっとこのぐらい売れるからっていうのを言われるけど、撮る時にいやちょっと待てよと、この人が嫁入り道具にこれを持ってって、で、まあ、結婚した後、うん、でその彼女が子供が生まれて、はいはい、でその子供が大きくなった時にお母さんね若い頃にこんなことをやってたのよって言って見せれるかどうかっていうのが判断基準。すごいそれは、ね、それで女性に関しては撮ってます。それは今でもあんまり変わらないです。で男の人は遺影に使ってくれるかどうか、うん、なるほど。だからもちろんそのファッションでもね、グラビアでも何でもそうだけど、その撮ってる中でかっこいいとか綺麗とか、その時代のもの、その時代の流行りとかっていうのももちろん撮るけれども、それプラス、ね、もし何かあった時にこの人家に使えるんだろうかこれはと。だから嘘ついた写真じゃなくって本人らしいのが出るのは必ず1枚は撮るようにしてます。これはすごい話だ。でもその2つだけ、うん、その2つだけで、その女性に関してのそれは本当にごめんなさいの気は今でもあります、うん、僕は成人式で言うと、自分の娘が成人をした時に、うん、初めね、お父さんとお父さんの周りの人から撮ってほしくないって言われたの。もう散々取り倒してたんで、もうすごい拒否感が強い時代だったのね、二十歳の頃で。で一回だそれ写真館に行って撮ったんだけど、うん、そしたら傘を持たされて、こういう格好されて、花びらが降ってきてとかやらされたんだって。もう途中でもう切れて帰りそうになってで、なんでこれなのか意味わかんない。だから要は成人式はなんか赤い傘でこうやってポーズをつけてっていうの、なんかそういうルーティンがあったんでしょうね、うん、で花びらが舞ってみたいな、うん、そういうシチュエーションの中で撮られても、何一つ面白くないって言って怒って、プンプンに怒って帰ってきて、それで初めてあのお父さんに撮ってもらう、うん、もうラッキーっていう。でその時考えたのが、これ実は今ここはね娘の部屋だった。あ、そうなんですね。だからお前が二十歳の時にここにいたっていうのは、
多分数年後に亡くなると、うん、お前は独り立ちするかもしれないし、うん、まあ、この家を出るかもしれないからここで取ろうって言ってここで取って、下のガレージにはあの幕を引いたんだけど、幕の外ちょっと見えるようにその時乗ってた車が映り込むようにしてた、うん、その綺麗に真ん中だけピッて切れば綺麗になるんだけど端っこにわざと映り込むようにした、それは二十歳の時に乗ってた車とか、うん、ガレージとか部屋とか持ってる、だ和服だけど楽器持ってるの、エレキダン持ってるのはその時のものは多分もう数年でなくなる、うんうん、でお前が子供をお前の子供が成人式になった時に自分の二十歳の時はこういうもんだったっていうのを見せられるように全部考えて撮ったっていうのはだちょっと近いものがあるかもしれないな、うん、でもその成人式のそこの写真館に行って撮ったのはそれは撮ったやつでエピソードとして残るから、そう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 、両方やっぱあった方がいいんですよね。そうかもしれない、そうそうそう、そんな感じです、はい、次はさっぱり聞けるかもしれない、はい、M10R の窓枠加工と最高窓はどうされているか。ああこれね、これね、そのさっき言ってた、これくっついてんですよ、これシールです。あ、これシールシールですこれこれこれシールです、シールです、これこれこれ、これだから M さん用になってんだ。それでこのこれはそのさっき言ってたしゅんくんっていう彼があの 3D プリンターで作ってくれたやつを、うわすごい、あの両面テープで留めてるんです。でもこれあるとこうやって指紋つかないんで、はいはい、凝ってる、うん、凝ってる。これね今真鍮でまた作ってるから、うん、ちょっとしたら発売できるかもしれないです。限りは紹介だな。はい、はい、また次もさらっといけるかな。石田さんから、今一番好きなカメラ、欲しいカメラはありますか、また撮るとしたら何を一番撮りたいと思われますか、街をスナップを趣味としているものですが難しい時代になってきて悩んでおります。うーん、はい、一番今一番好きなカメラ、いやこれ好きですね、うん、撮るとしたら何が一番、いや何でも撮りたいですね、うんうんうん、難しい時代になってきたってなんて難しいですか。あ、多分外撮ると、うん、まあ、盗撮罪って、ね、あれ盗撮罪は関係ないからね、うん、普通に撮ってる分には、うん、その辺はね、あのちょっと著作権とかその辺をあのしっかり勉強してっていうのがいいと。でね、著作権と肖像権って割と対立し合う話になる、うん、あれ全く間違いだから、うん、これ言うとまた炎上されるとあれなんだけど、著作権者が肖像権を持っている人のことを保護しなきゃいけないんですよ、うんうん、だからよく自分が撮った写真がどっかに使われたけど、うん、俺関係ないですよ、使ってもらっても構わない、うわダメ、うん、それに写ってる人のことを考えないといけないから、うん、だから肖像権とその著作権っていうのは実は、うん、著作権者が肖像のものも含めて考えてあげないと、うん、だからそれを考えると街のスナップっていうのもそこまで考えてやれば何も問題起きないと思います、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。今度著作権の話したいですね、うんうん、はい、はい、佐藤さんからです。萩庭さんがプロになる前、なった直後、現在で気になるフォトグラファーがいらっしゃったら教えてください。気になるフォトグラファー、気になるフォトグラファーっていうかね、あ、僕はねもうあのなる前もなった直後も現在も、うん、もうね、地球上で一番好きというか、もう銀河系で一番好きなのはね、三浦健司さんというカメラマンが一番好き、うん、大好き三浦健司っていう、ね、知ってる方どのくらいか分かんないけどね、あの YMO のジャケットっていうとピンとくるかな。どの YMO のジャケットですか。あの人民服着て、そう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 、こっちをこう見てるやつがあるじゃない、うん、なんだっけ、あの、ソリッドステート、そうソリッドステートサバイバーのやつか、 あとユーミンのジャケットとか、まあ、音楽系は大体三浦さん、あと何でしたっけ、花椿じゃなくて、そうやって何だっけ、なんかその辺のやつを、花椿じゃなかったっけ、もうやってる三浦健司さんっていうカメラマンが超大好き。へえ。でもあれですよね、YMO のあれですよね、ソリッドステートは鎌田さんじゃなかったっけ？鎌田さんかな？あ、わかんない。あれはそうじゃん。あ、鎌田さん。え？
だっけ、あのほら、あの麻雀かなんかやってるやつですよ、ね、あ、そうだっけ、三浦さんじゃなかったか、囲んで、あれ多分鎌田さん、うん、三浦さんもワイもいっぱい撮ってますね、うん、あとパフュー、あ、違う、パフィーとか、うんうん、まあ、もう三浦健二ってもうグーグったら出てきます、うん、山ほど出てくるよね、最高です、大好きです、うん、もう地球上というかこの世で一番好き、へえ、なんか写真ももちろんなんですけど、うん、人柄から何から大好きですね、うん、渡辺達夫さんとすごく仲良くて、三浦さんがで、三浦さんが撮った写真をロケに行くからって言うんで、たっちゃんちょっとこれセレクトしといてよって言って、渡辺達夫さんにセレクト頼んで海外行っちゃったみたいな、そういう人です、うん、大好きです、なるほど、はい、たたべ川名さんから、 M 型教習所のリンクや概要が分かるウェブサイトありますか、あれですね、多分 M 型、教習所で引いてもらうと出てきますね、チャム、あれチャム、ツイッターか、うん、ツイッターって今言わなくなったんですよね、 X で M 型で引くと出てくるかな、うん、M 型教習所、はい、で、まあ、それで大丈夫です、はい、次いいですね、高校2年生の方から来ました、わお、本当、わお、わお写真部に入っています、はい、萩庭さんや渡辺さんは高校生の時どんな写真を撮っていましたか、淡い高校生の時は、うん、いやもう全然バリバリ写真部でしたからね、ブラスバンド部と写真部と掛け持ちしてやってて、え、ブラスバンドは何を歌うの、トロンボーンです、お、かっこいい、トロンボーン、でも楽譜読めないんですけどどういうことですか、小学校からずっとやってたんですけど、うん、楽譜読む気がなかったから、うん、楽譜読めないです、それで演奏できるんですか、あのピアノのやつに一回弾いてもらって、ああなるほど、こんな感じなのね、めっちゃジャズミュージシャンみたいな、だからジャズ大好きです、写真いっぱい撮ってましたよ、普通にあの友達の写真が多かったですね、高校生の時に、やだ、モノクロでした、モノクロカラーなんかないよ、ない時代か、いやカラーはあるけど高くて、やっぱりモノクロで自分で現像して、すごいモデルの高校入試の時にポジフィルム最初に買った時に850円したの、うん、あ、高いですね、時給が400円の時代に850円だから、今で言ったら2,300円ですよ、だから高かったんですよ、昔、うん、フィルムって、そうですね、うん、高校、そうですね、田辺さんの高校時代どうですか、俺はもう本当にクラスメートだけ、うん、素敵ですね、もう毎日カメラを学校に持ってって毎日撮ってるもんだから、うん、あの先生が渡辺がカメラを持ってることに対して何も気にしなくなったんで授業中に撮っても別に何も言わなかった、うん、すげー僕はね高校じゃなくて中学の時に、うん、その学年のマドンナとかいるじゃないですか、はいはいはい、あれの写真撮って売ってました、ね、そうなんです、それ話ありますよ、ね、それは売れるんですすごい時代だ、それだけでお小遣い足りてた、それもね生徒手帳に入るサイズと部屋に飾れるサイズのワンセットですごいな最初っか商売人だな、素敵、はい、いやでも本当に高校生で写真撮ると、いやもう今しか撮れないものだから、そう、いや本当そう、当然ですよ、だからこれ高校の、うん、そのなんだろう検定みたいなのに呼ばれて行った時に、うん、まあ高校生の時人たちも言ってたのは、とにかくみんな写真撮るじゃないですか、うん、撮るけど残さないから、写真部でいる必要性何かって言ったらアーカイブしかない、あ、きちんと何十年も残るようなシステムを作れ、うん、でもう一つはみんなこうやって取り合いっこするだろうけど、教室は多分撮ってないぞ、うん、黒板撮ってる人いないぞ、うん、で究極渡り廊下を撮っとけ、うん、なんでかっていうと渡り廊下っていうのは社会に出たらないぞって、うん、あれは低学年と高学年を分ける通路で、うん、ここ渡るってことが、うんね、3年生になる証だったりする場合が多いんですよ、であれの中にはいろんなドラマが詰まってるはずだから、必ず渡り廊下を撮っとけっていう、だ校舎の裏とか、うん、みんなが撮らないものをアーカイブするのが、うん、もう写真部の役目、うん、
まあ、それしもう、もう新聞だったね。高校生は高校生の写真を撮った方がいい。そうです、うん、あのおっさんになったらおっさんの写真になっちゃうからそう、うん、いっぱい撮ってください。ぜひぜひぜひ、はいいや高校2年が聞いてくれるっていうのは皆さんのおかげですよね。いや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 素敵。はいはい、はい、斉藤さんから、写真は見る人に世界を提示しますが、はい、同時に見る人の想像力を誘発することがあります。映画や小説などで情景を説明しすぎるとかえってしらけてしまうことがありますが、写真もピントが外れていることで逆にイマジネーションをかき立てることがあります、うん、ガチピンがしらけるというわけではないですが、うん、ガチピンでなければいけないというのは違いますね、うんうん、さっきねピントの話がありました ね、はい、ね、僕はこの頃わざと外してますけどね。それはまた難しいんですけどね、わざと外すのはね。ひと手間だから、うん、いいですよ別にそんなピントでも露出でも関係ないって。撮ったもん勝ちだから、はい、撮ってないやつにね、撮ったもののことをね、とやかく言われる筋はないですよ。なるほど。撮ってから言えと。はい、これも、はい、センサーサイズの話、うんまあ、簡潔にどうかな、デジタルになって現在は APS-C やマイクロフォーサーズなどフィルム時代にはなかったサイズがあります。デジタルになったことで本来はフィルム時代のサイズにこだわる必要はないのではと思っていますが、写真をやる多くの人が画質にこだわるならフルサイズと言います。高画質な写真にはフルサイズ以上のセンサーサイズが必要だと思われますか、うんうん、いやあんまり、僕はね今中盤のハッセル使ってるのは、うん、単純にボディの形が好きだった。あ、いいと思いますねそういうのでそれがたまたま中盤だったっていう、中盤を先に考えるっていうよりもそっちの方が先だったような気がするな、うん、あんなボディも見たことないっていう、もうそこら辺は面白いなと思いましたね、うん、でまあ写りもすごい好きだったので、うんうん、はい、では次いきます、はい、ですね、石田さんから、うん、これは素敵な話ですね。昔から写真集は好きで購入していたのですが、フォトグラファーのクレジットを見ることはありませんでした、うん、萩庭さんのお話考えが気になってしょうがなく写真集購入させていただきました。何買ったんだ、何なんでしょう、うん、とてもかっこよくてバイブルです。お、俺写真集あんまやってないんですよ実は。どれなんでしょうね、どれなんだ、石田さん、はい、ありがとうございます。すすむさん、ピントが合ってなくてもブレてても可愛いっていうのは残る、うん、涙が出ました、うんうん、写真を撮る上で心が軽くなる一言でした、うんうん、どうですね、ピント、うん、横瀬さんから、お二人は今もフィルムを使用しますか、使い分けは何を狙っていますか。いや俺全く使ってないです。俺はねまだ使ってる、うんうん、使ってローライ使うとフィルムしか使えないのよ。あ、そうですね、もうローライがとりあえず好きなんで、うん、ローライでデジタルパックとかないですもん。ローライでさ、だからデジタル使ってよ、作ってほしいですよね本当だよ、もうセミっていうかあれでいいですよ、あのベビーローライでいいです。あ、そうそう、ベビーローライでいいよ、いいです、ね、とりあえず作って、もう こうやってこうやっての作ってって本当に思う、本当に思う。ないですね、ない。確かに、はい、はい、次行きまして、石田さんから、何度もすいません、ポートレートは撮らないのですが、写真上達にはポートレートに向き合うことも大切でしょうか。うん、いや向き合っていいと思いますよ、うん、でそれポートレートって気になるのが、うん、レートって伸ばすってじゃないですか、もともとレートだったんですよはい、はい、でもねポートレート専科っていうのを、はい、僕昔あの魚住さんっていう人も、ねはいね、でも前山さんとかもいろんなカメラマンの人が入ってやってるんですけど、それはポートレートなんですよ、うん、でそれポートレートとポートレートは違うと、もっとねあのおちゃらけてるんですよポートレートって、もっとおちゃらけてるとポトレになる、あポトレになっちゃう。だからこのポートレートの、いや今のその石田さんの質問に対しての話じゃなくて、はい、ポートレートはポートレートにもう一回戻ってほしいなと今思ってます。じゃ気をつけます。であの写真上達には向き合うこと大切だと思いますし、はい、あの気が向いたらやるのがいいのかなと思います、ね、うん、まあブリムリでもないもんね、全然全然全然人撮りたいから撮るっていう、うん、はい、そうですね、とこだと思いますよね、はい、柴田さんから、はい、
フィルム時代とデジタル時代を両方経験されているお二人に質問ですが、うん、当時の景気の良さは除外してアナログプロセス時代とデジタルプロセス時代では撮影から完成品までのプロセスはどちらがお好きでしたか、その理由も教えてほしいです。両方いいところと悪いところとあって、うん、両方楽しいところと大変なところがあるけど、うん、別物じゃ別物だけど、カメラマンとしての仕事だったら絶対フィルムの方が好き。そうですね、撮って終わりっていうか、うんうん、もうすげえ楽しかったんですよ、うん、フィルムの時の方が。いやでも僕思うんですけど、うん、そのフィルム時代に自分一人だけデジタルカメラが未来から届いてたら超良かったと思いますね。俺その時に Z9 があったら無敵ですよ。無敵どころかもうすごいどやれたろうなっていうのはすごい思う。今日一番楽しそうな空気に、うん、だって海外ロケあれでフィルムの残量とか考えないで撮れるんだよ。それはすっごい思う。そう、俺だけ持ってなんかもなんかね、俺だけ欲しいなって本当に思う。うん、当時ほら新聞社行ったでしょ。うん、でスポーツ新聞社の撮ったでしょ。Z9 持ってたらすごかったろうなと思う。すごいと思います。こんな手で合わせてんだから。うん、興奮しました。興奮しました。はい。はい、どちらがどちらのプロセスが。でもほうだな。全然違いますもんね。全然違うっていうか、まあ基本は一緒なんですけど、うんうん、でも現像所あったら現像所でみんな会えたし、その現像所の近くにみんな事務所持ってたし、うん、っていうなんかある意味のコミュニティっていうのはあったから、うん、今デジタルになっちゃって、うん、まあ、また最近うちに若いカメラマンが何人か、うん、たまたま、はい、あのうちの嫁の撮影をしに来て、はい、で彼らに話を聞くと友達全然いないって言うんですよ、カメラマンの友達は。会う場所がないから、撮影現場にね他の人いないから行って寂しいですね。だけど前は現像所に行くと大体なんか知ってる人がいてとか、でその後現像出したら終わりだから飲みに行こうぜもあったし、先輩後輩もあったし、そうカメラマンは現像所の周囲数キロ以内にしか住めない。そうそうそう、もうこれ縛られ現像所縛りで、だ郊外に住むとかありえないんだよね。僕あれですよ、このテーブルよりちょっと大きいぐらいのライトテーブルを自分で、はいはいはい、特注のやつね、うん、作って、そうするといや俺偉くなったんだなって思うのが、現像師の人がその上がりの切り弦を持ってきてくれて、うん、でそれをそこで見てチェックして入って渡すと本番が届くっていうね。あれはね殿様気分だったね。すごいな。なあ、あの朝に1回来てくれて、うん、夕方に1回来てくれてっていうパターンが多くて、うん、夜にポストに入れたんですよね、夜の現像所にポストで入れて朝、ね、奥あの届けてもらってチェックして、それを渡して、で夕方になると届いてくる、もしくはまあね撮影の帰りに取りに行くっていうのが多かったですね。だってずっと待っててくれるんですよ、うん、チェックするまで家で。すごい、それはね大口客顧客です。ちょっとねもう鼻をこんなんなちょっとあのエレベーターに乗れないぐらいの長さになってたと思う。いやーすごいな、はい、はい、まあそんな感じですかね、はいはい、次がどれかな。名前を言うあれがなくなっちゃってましたね、うん、いつも。じゃあすいません、あの、あもうでも終わりだからね、ごめんなさい、でね、うん、はい、あでもみんな割と書いてくれます、はいはいはい、石川さんから、はい、萩庭さん、先日は銀座ライカで長時間ありがとうございました。あ、はいはいはい、M 型系教習所は来月も行われますか。やれたらかなって感じですね、うんうん、あそうそうそう、あの前回出た後、うん、僕いろんな人からあのダイレクトメールとか、うん、あの E メールとかもいただいて、うん、であの返せる人にはお礼返してるんですけど、うん、あそちら側の設定で弾かれちゃう人がいたんで、うん、もし今見てらっしゃって、うん、連絡したのにっていう人は、うん、あのすいません、そんな状況だったんでここで ありがとうございます。はい、はい、すいません、はい、質問自体はだいたいこんな感じですかね、うん、もう長いですね。すごい2時間半だよもう。じゃあここでもうあっという間でしたね。あっという間でした。いやすごい、うわ
伸び続けてなんと624。これはすごいな。通常200ぐらいですね。さすが3倍です、あっという間でした、はい、ちょっとなんか喋りすぎましたね。 いらんことも喋っちゃったし。いや大丈夫、そんなに燃えるようなことは大丈夫だなかったんで大丈夫だあ、じゃあもう写真学生ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆さん長い間ありがとうございます。全然グダグダではなく全然カメラ見ないで喋っちゃってたからすみません。いい話たくさん聞けました。またぜひ、はいはい、来てください。またなんかあの他でも呼んでいただける人がいたら、ね、あの呼んでいただければ喋、はい、り散らかしますんで。萩庭さんレギュラー決定で書いてますね。そんなコメントも、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで、はい、それではまたエルマちゃんとこちらの、うんうん、はい